俺はなんちゃって VTuber、スーハタスープドブロ。奥さんで猫好きのスズランと YouTube で配信をしている。最初は一人で始めたが、だんだん興味を持ったスズランが背後から近づいてくるのに気づかなかった。夫婦で配信をするようになって、いつの間にか体が透明になっていた。いろいろ話したいことはあるけれど、なんだかんだで今の感じになりました。体は透明、頭脳はおっさん、真実はいつも一つ二つ三つ。じゃんじゃん。はい、皆さんこんばんは、ミスタースプリングです。 このチャンネルは、なんちゃって VTuber のミスタースプリングとスズランの自由気ままな夫婦が雑談しながらのんびりと配信をしております。みんながね、ゲーム好きな人もゲーム好きでない人も気軽に集まれる場所になればと思っておりますので、ぜひチャンネル登録やあとなどはお気軽にしていただけたら嬉しいです。あとは、配信スケジュールとか、配信上のルールとか、あとはねチャプターとか、まあ、その他もろもろは、動画の説明欄の方に載っておりますので、よろしかったらね、一読していただけたら嬉しいなと思います。はい、うん、では、はい、改めまして、はい、マンダムさん、シンソウさん、エリーさん、コレさん、こんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。あれ、マンダムおじいのあれが、あ、出てないね。出てないな。マンダムおじいのあれがね、消えてた。ちなみに何だったの？あれ、あれはね、キャリーパムピャムさん。ああ、そうでしょ？ですよ。うんうん。キャリーなパムパム、キャリーパムピャム。キャリーパミュピャムさんのなんだっけ、なんかクレヨンしんちゃんのさ、にゃん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 でしょ。うんうんうん、それ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 、よくわかんない、出てこないけど、クレヨンしんちゃんのね、あ、そうそう、曲だったよね。エンディング、オープニング、あ、どっちかわからん、どっちだったっけ、わからん、わからんね。はいはいはい。で、オレさんがボンバーマン勝てない。勝てボンバーマンか。俺ね、ボンバーマン一時期めっちゃやってたんだけどね。まあもちろんスーパーファミコンでね。うん。めっちゃやってたんだけどさ、むずいよね、ボンバーマンって。やる？スーパーファミコンで、ボンバーマン。私やったことない。やったことないよね。うん、超難しいよ。そう。俺、あなたに負ける気はしないけど。そうだろうね。うん、私やったことないもん。なんかさ、2人でできるやつ欲しいよね。うんうんうん。あ、ですね、前回のあらすじなど、はい、もしくは前回忘れちゃったなっていう方、はい、けどアーカイブ見るのちょっと長いなと思われてる方はぜひコメント欄にあるシンソーさんが、ね、書いてくださっている、あらすじ、これね、今からゲーム始めるオープニングでね、うんうん、あゆみちゃんが前回のあらすじ、言ってくれるんですけど、それよりもね、詳しく、はい、あれはあゆみちゃんが言ってくれるのはゲームの進行上のあらすじ、そうで、シンソーさんが言ってくれてるのはもっと詳しい、そう本当に助かっております、はい、僕が説明しないといけない僕らの配信のあらすじ、はいをね、書いてくださってますので、ぜひね、うん、読んでいただけたら、はい、はい、すごくスムーズにいけるのかなと、うん、思いますね。はい、はい、コンさん、 T コンさん、 T コンさん、こんばんは。今日もありがとうございます。今日もね、ありがとうございます。前回はウイスキーを飲みながらだった。そうです。なんともダンディーなね。今日は何でしょうね。今日は何だろうね。ね、今日は休館日かなんかが、もしくは飲まれてんのかな。つーくんはお茶ですよ。僕お茶です。お茶。お茶が一番美味しいです。私日本酒で。あ、そうそう。うん、エリーさん、うん、ピャミュピャミュって言える？ピャミュピャミュ？うん。エリーさん、ゆっくり。ゆっくり言ったらいけるの？いける。ゆっくりだと思う。俺なまったら言えるらしいけどね。キャリーパミュパミュ言えてないよ、言えてないよ言ってみ、キャリーパミュパミュ、なまってみ、なまるってどういうこと、キャリーパミュパミュ、あ、キャリーパミュパミュ、キャリー
ぷみぴゃむ、あ、言いやすい、言いやすいよね、生とか、キャリーぱむぴゃむ、言いやすい、言いやすい、オンラインでできますよってディスコードメンバーでも、あ、勝てない、あれあれ強いね、みんなね。最近のボンバーマンってさ、リアルだよね。リアルっていうか、なんかグラフィックかなり向上してるよね。そうなの、うん、本編始まる前にすずちゃんに物申す、推理に気を取られて忘れてたが、以前出した課題はどうした、なんだっけ、なんだった覚えてすら、あ、あのインフルエンサーのことかな。インフルエンサーはちょっとで、あらもんな、インフルエンサーじゃないの、この歌は知らんのよ。あ、そっか、欅坂のやつ知ってる、欅坂前、サイレントマジョリティだっけ、うん、それサイレントマジョリティ、そうそうそう、それなら知ってる、それとはまた全然違う、インフルエンサー、いや知らんもん、歌自体知らん、インフルエンサー、前回は疲れてたので途中で寝てしまいましたが、今日はどこまで進むか楽しみです。ありがとうございます。今日が最後まで行くかな、今日最後まで行くかな、行けたらいいんだけどね。そうよね、多分ね、行くとは思うんだけど、うんうん、多分ね、多分、ただこればっかりはほら、事前情報も何も仕入れてない状態で僕ら配信始めてるから分かんないんだよね。そうね、今どの辺なのかが、うんうんうん、堀江さんは言えない、若かりし頃のトレーニングのかけらが残っていれば多分言える、多分言える、え、若かりし頃ってそんなトレーニングしてたの、エリーさん。あー、そういうこと、ボイトレみたいな、ボイトレみたいな、発舌教室みたいな、多分そうやない、そういうこと。ガンダムさんは勉強したのかを聞いている。え、何それ、ほら言ってたじゃん、ガンダムさんっていうちょっとコミカルなさ、ギャグチックなやつがあるよって。わ、ごめん、もうほんと隅にもなかった。キクティさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。今日天気がやばい、外の音が煩わしい。うるさいよね、今日。あ、こっちはね、雨？雨がってこと？風が？何が？そういうことです。そういうことか。天気が、天気がってことか。お仕事なら音声の文字起こしはほとんどちゃんと文字なるよ。マジですごい。じゃあちょっとエリーさんによる滑舌教室を開いてもらわないと。そうやね、うん、僕の滑舌ほんと悪いからね。そうだね、私たち滑舌やばいから、やばいからね。だからさ、人間ってさ、いかに雰囲気で喋って、うんうん、あ、違う、いかに雰囲気で聞き取ってるかってことだよね。はい、すごいよね。そうよね。あ、これさん、ありがとうね。そうそう、推理固めたよって全部アーカイブ見直してくれたんだって。わー、ありがとう。寝れないからアーカイブ見ますってさ、うん、腕は大丈夫かな、これさん。あ、大丈夫かな。頭、なんだったっけ、普通がしてる、頭大丈夫かなは失礼だよ。わかるやん。ダメだこれやって解決編なるか、名推理期待してます。うん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 、そうだね、うん、事務所に行った時の台本とか歌とかのトレーニング、はい、すげえ。ドラゴンさんもこんばんは、今日もありがとうございます。いやいや、もうご飯大事、うん、ちゃんと食べてもろて、いっぱい食べて、いっぱい育とう。風の音と雷か、そうね、今日ひどかったよ、ひどかったね、こっちもひどかった、確かに。おお、もう12分になろうとしてるわ。もうやばいやばい、やりますか。そうだね、まーさん間に合わなかったけどやりますか。うん、ちょっとまーさん、まーさん、まあまあまあ、まあでもね、大丈夫でしょ。内容全部忘れて今日も暇さそうなすずちゃん、隣で風間寛平、歌じじ動画をぐるぐるして愛嬌せよ僕に優しくなれるはずそんなひどい、私そんなひどいかいじめられました、お口打ったからよって、土曜日の夕方に。そうだよね、うん、頭じゃなくて腕だね。じゃあ、で、あれでも頭痛とかするって言ってた言ってなかったかもしれん終わるまでにまーさん間に合うといいね、ほんといいね。じゃあそろそろやりますか。はい、配信画面に切り替えますわ。はい。
マンダムさんにはいつも優しいよねってね、優しいよね、優しいよね、多分私優しいよね。まあほら、それはもうほら、それぞれの感性ですからね、優しくされてるかどうか。あ、確認しましょうか。じゃあ、はい。菊の墓から発見されたアキラの死体のポケットから生産反応のある刻みタバコが見つかった。菊に生産入りのタバコを忍ばせたのはアキラに違いない。そのアキラを操り、綾代家の人々を同様の手口で手にかけたのは一体。熊大師が同様の手口の犯罪を見つけたが、その担当弁護士は神田だった。事件が核心に迫る中、歩みがある疑問を呈する。アキラが殺意を持ってあなたを襲ったのであれば、なぜ自殺の名所である海側に突き落とさなかったのだろうと。確かにあのこの菊亭さんのやつ、うん、セーブ一つだけどマルチエンディングとかないよね。いや、どうなんだろう、分岐があったりない。でもそれ真相さんとか知ってそう。そう、でもあでもさ、こ結局ほらファミコン時代のゲームのリメイクだから、 もしかするとさ、バッドエンディングとグッドエンディングの2つしかないんじゃないかな、うん、うんうんと思うんだけどね。多分容量的にそんなに分岐ってできないと思うんだよね、うん、多分大丈夫じゃない。もし違ったら最初からするわだ、名推理となるか、名推理となるか。だよね。うんうん、墓荒しの絵でえらい目にあった。 あれ怖かったもんね。 あれちょっと私もビビった。ビビったよね、あれいきなりだったもんね。あれちょっとホラーだったね。うんうん。ではでは、あれこれどうするんだっけ、移動するから。そうだよね、推理するとこまでしたよね。したもんね、したよね、したもんね。じゃあここから移動するんだけど、どこに移動する、どこがいい、どこある、行きたいとこ。え、これさ、うん、また順番あんのかな。あ、でもさ、ほら前回電話して、はい、神田さんだって言ってたから、うんうんうん、神田に行くのかな、事務所に行くのかな。行ってみる、行ってみようか、ここに行ってみようか。ここからじゃあ行ってみる。はい、宇津木探偵事務所のものですが。神田先生はいらっしゃいますか。いえ、先生は出張中です。私がお話を伺いますので、中へどうぞ。いないか、名前が出てるね。あれ前出てなかったっけ。出てたっけ、前出てたような気がしなくもない、ね、あ、肉まんさんこんばんは、まあ、今日もありがとうございます。この間ちょうどメガテンでエンディングいっぱいあった。それで今日はどういったご用件ですか。あ、メガテン、あ、女神転生か。はいはいはい。それでいい。怪しろ商事の政務の件でしたら、うん、私ではこれ以上のご協力はできそうにありませんが。実は次郎さんのことも含めた怪しろ家で起きている事件について神田先生に重要なお話があるんです。うん。ちょっと一回止めるね。タケタになったせいか、ああああ2行になったせいか、猫消えてるってよく気づいた、よく気づきましたドラゴンさん。そうなんです、2行になったからですよ、はい、大事なことなんでね。大事なことなんで、これあのスズランさんが思ってることですからあのゲーム本編と関係があるかって言われたらそれは分かりません。いや、あるかもしれん。マリオだってゲームオーバーで1の1時代だからねって。まあそっか、1の 1? そう、あと1の1だからスーパーマリオゲームあるじゃん、はい、でさ、例えば全クリ10面で全クリだとするじゃん。ああ、面ね、面面面面、
なんで、例えば8の1でゲームオーバーなっても、うん、あ、なったら1の1から再スタート。え？途中セーブみたいなのがない時代のゲームだから。きついね、それ。きついよ。これ言ってネタバレにならない。ああ、じゃあやめとこうか。そうだよね。うん、そうだね。それだったらね。聞かずにいよう。聞かずにいよう。あ、文字変わってるって。エイコさんって名前じゃなかった前。あ、違う。そ、これじゃん。あ、スズラさんのやつか。はいはい。カズとおっちょこちょいと推理しました。おっと、なぜ？なぜ？そういう描写あった。マリオが1の1になってもコントローラー投げない。いや、ね、マリオはね、そういうものだと思って。穏やかな気持ちで。穏やかな気持ちで。私多分投げちゃうかもしれない。ああ、でもよくあったかもしれない。もう最初からになるんでしょ？そう。最初から。きついね。スーパーファミコンからじゃない？セーブ機能みたいなのがあるの。ワールド？マリオ、ワールドだっけ？うん。確かセーブは。うん。コントローラー投げたらね、確かにピーって音するよね。うんうんうん。バグった時の音。ファミコンとか、スーパーファミコンがね、バグるとね。ピーとか言ってた？ピーって言うんだよね。言ってたっけ？あ、スーパー、あ、これファミコンかな？ファミコンピーって言うんだよね。AD めくり間違えてないよ間違えてないよ。ああ、 AD さんか。スズランさん AD なの？どういうことです？それは、ああ、は、先生が殺人犯？あなた何言ってるの？あ、それは怒られますわな。そんなくだらない用事なら帰ってください。ドラクエの呪文でセーブに感動したもんねって。復活の呪文ね。あるって言ってたね。うん。どこ行こうか。あやしろけ。帰れって言われたもんね。ここじゃなかった？そうそう。うん、ここじゃないっぽいね。なんか、だって帰ってくれって言われたから。そういえば、変な人が訪ねてきたわね。どんな人です？あなたのことよ。なんか話してくれなそう。どうする？移動してみる。それか、もう一個だけなんか聞いてみる。うん、先生はいらっしゃいません。あ、ダメだね、これ。見せることもないよね。見せてなんかあると思う。見せてみたら。何見せてみようか。ジロー。いや、でもこの前見せたもん。アキラ。いや、アキラもあったもんね。あの時あったもんね、アキラも。人に見せることないか。呼んでもあれだもんな。見る、調べる、入る。なんか。ちょっと何をするんです、やめてください。もうほんとそんなカッカしないでもらいたい。これが転生したスズランさんかってどういうことだ。うーん、アズタに近いけどね、転生したら。それも何なの。お母さんが掃除機をファミコン本体に衝突させたらピーってなると聞いたことは。そう、あの、お母さん、なんだっけ、最強呪文だっけ、母掃除機。何それ。ほら、あの、ポンコツクエストであったじゃん。勇者がさ、魔王のところにさ、うん、出てさ、うん、なんか、魔王がやられそうになった時にさ、いきなりさ、うん、ピーって言ってさ、うん、勇者が消えたじゃん。消えた？うん、消えた消えた。それ、ポンコツクエストですか？そう、ポンコツクエスト。マジで。なんで見てる私より見てないあなたが知ってるの？知ってるわ。でさ、魔王がさ、これはあの最強呪文、お母さんが掃除機どうのこうのって言ってなかった。マジで？うん。いや、それ覚えてない。覚えてない。あれ、おかしいな。どうしよう。じゃあ、あやしろって言ってみるか。あずさは言ってしもたかな。
今日もお綺麗ですねって言ってみて、ちょっと機嫌取ってみる。でもここで誰かいるのかな。こんにちは。あ、なんか始まった。ほら、第一シーズンの最終話ですね。警察から全て伺いました。私めっちゃ見てたよね。あれ大好きだからね。めっちゃ見てんのに、その掃除機の下に知らないんだけど。なんでよ。なんであんまり真剣に見てない俺の方が覚えてんの。私めっちゃ笑いながら見てんの。あなた、しかも何回も繰り返して見てたよね。何回見ても笑えるから、うん、何回も見てんの。見てたよね。その掃除機の下りを知らない。もう一回見直してみる。第一シーズンの最終話って、最終話か、うん、いうのを教えてもらったから、そこだけ見てみるよ。見てみる。おかんの掃除機最強だよね。あれ最強だよ。ちょっと何ゲームやってんの、どんどんピーみたいなね。あれあったもんね。え、なんとかね、他の途中の人を巻き込もうとすると推理の難易度が上がりましたって。申し訳ないわ。これさ、申し訳ないわ。私があの坂にいる男の人が気になるって言ったばかりに、無理やりそれを推理に入れ込もうとしたら、ちなみにどの人か分かるでしょう。あ、前回の動画見てくれた人は多分分かるかな。そこほら、あなたが言ってたから。ああ、画像出そうか。ある。あ、用意した用意した。ああ、出せるよ多分。ね、ちょっと待って、多分出せるはず。ね、待ってね。お、あーあったあったあった、これか、これの、うん、出せる、出せる、これなんだけど。で、こうして、あずさの遺体があった事故現場、事件現場、現場のここ。ここにいた人、ここにいた人がどうもすずらさんは気になるらしい。だってこんなさ、意味ありげにさ、遺体はここを出すの。一人だけさ、この人ね、出す。この人がすっごい気になるらしい。この人が犯人だと睨んでるらしい。犯人っていうか、犯人っていうかさ、なんかあるんじゃないのって思ってんだよ。一生懸命この茶色の洋服の男の人を探そうとしてる。これなんて読むの、コレさんの。ディザイア、あ、違うな、ビーラー、ビーラッシュ、ビーラッシュ、ラッシュの歌にもあるよねって。初めて聞いた、初めて聞いた、ね。うちは2階でファミコンのロックマンしてたら、うん、YD ステージでおかんの掃除の振動でファミコン。え、そんな簡単に落ちるの。落ちる落ちる、ファミコン落ちるよ。これはちょっと精密機器ですから。あ、私は出現から推理した結果が当てるのか答え合わせ。あ、そうかそうか、いいですね。ドラゴンさんはそうだね、もう答え合わせのターンだね。スーちゃんの容量2日が限界。うるさいわ。まだ覚えとるわ。2日分あれば大丈夫だよって。そうだわ、大丈夫だわ。野獣馬が降りてきてるだけだよって。わからんやろ、わからんやろ。味方がいる、肉まんさん。ほら、肉まんさんがあなたの味方ですよ。嬉しいよ、ほんと。あ、ドラゴンさん、ミシ抜けいってらっしゃ い, い, しゃい。ありがとうございます。嬉しいよ、仲間がいてくれて。でもね、チンソーさんが何にも言わないから、うん、しかしたら怪しいのかもしれない。ないわ。ないわ。あ、マロンさん、こんばんは。はこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。これも、あれ、シンソーさんの旦那さん、あ、シンソーじゃなかった、マロンさんの旦那さんではなかったか。どこの女よって言ってたじゃん、あの時。言ってたね、うん、これじゃない、それ。あ、それは鑑識じゃねえ。あ、鑑識だっけ。
あ、違う違う、鑑識じゃないよ。この野獣馬の中にいた人。あ、おじさんか。おじさん、おじさん。おじさんか。いた。いたよ。いた。よし、じゃあ進めるか。あ、間違えた。ロープしちゃった。はい。アキラ様方、うんうん、丸は何ぞ、若返ったキクさん、アキラ様の秋様、違うよ、そのアキラ様までもまた何者かによって、どうか皆様の無念を晴らしてください。おかんが掃除中に下の扉を閉めた振動でファミコンの電源が落ちた悲しい思い出。そんな、それ悲しいね。悲しすぎるよそれは。ファミコンってそんだけショックに弱かった記憶が俺もあるよ。すごい弱かった思い出がある。パパスタやめろよ、やめろよ、肉まんさんが逃げるだろ、やめろやめろ。マロンさん超かっこいいんだけど、星の数ほど残念なのでもう誰かわかりません。それはかっこいいわ。それはもちろんです。あ、あなたマロンさんのさ、デスク見た？見た見た。めっちゃ可愛くなかった。可愛いし、キーボーがすっごい可愛くて。元気出してくださいね。女子だったよね、センゾーさん。キーボード、ありがとうございます。キーボードがめちゃくちゃ可愛かった。あんなのに買える、あなたも。おお、そういえば、あれ高そう。ゲーミングキーボードって高いのかな。あれゲーミングかな。こんなさなかではございますが、実は朗報がございます。先ほど神田様からお電話がありまして、ユリ様のお子様が見つかったとのことです。やっぱ、はいはいはい、私あの、やはり菊様からユリ様を探してほしいと頼まれて。もし違ったらどうする。何違ったらどうする。どうもしない。善蔵さん、この事件の犯人は神田弁護士のようです。そんなバカな。なるほど。でもさ、電話があったんでしょ。ってことはいよいよ神田と会うってこと。あれ3000円です。嘘つけ。今使ってるキーボードもそのぐらいだったよね。おう、確か。いや、あんな可愛いのが3000円なわけない。しかもさ、キーボードのあのキーの形も良かったよね。丸っぽくてさ、光ってたし、ね、光ってたしね。あれ良かったよね。私はもはや成人一歩前なので心配することは何もないです、はい、ありがとうございます。そっか、肉まんさんはもう、そっか、成人一歩手前か、うん、あ、昔で言ったらでももう成人だよね。昔で言ったら、ね、元服してるもんね。うん、そうだ ね。昔で言ったらね。順次、その人ちゃん無事だよね。あ、ジェンさんこんばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっとだけ待ってもらって、ちょっとだけマイク切るね、ごめんなさい。はい、すいません、お待たせしました。低評価だけ数字消えたの。なんかさ、YouTube 今、うんうん、変わってるんでしょ。そうそう、この低評価のとこがさ。そうそう、高評価はね、数が出るんだけど、低評価はね、数が表示されないようになった。もうみんな？みんなみんな、うん、みんな。確かみんなだったはず。で、なんでかっていう理由がちゃんとあって、うん。あるんだ。あるある。まあそうだね、うん、ライトね。そうそう、なんかね、低評価を、低評価の数を見ちゃうと、なんかね、いたずらで低評価を押しちゃう人が増えるらしい。へえ、そうなの。そうそう。で、低評価の数を表示した時と、うん、表示しない時では、うん、いたずらに低評価を押されるっていうのが減ったらしい。そうなんだ。そうそうそう。でもここにいるよ、低評価を押し放題って。あ、押し放題ですよ。押し放題ですよ、もちろん。押してもいいよ。押して。ただ、もうこれ、一個だけだったら、低評価が一件だけだったら、うん、あ、もう確定ですよ。確定。見バレしますけど大丈夫です。菊
確定さんじゃんって、確定さんじゃんってなるけど大丈夫間違いねえわ、押してるわってね、いたずらでね、なんかさ、ドラクエの時とか、うんうん、そういうの多いよね。あー、ね、正直まあ僕はほら高評価も低評価もその人の評価だから、僕らに対するあまり気にしてなかったんだけど、うん、確かにドラクエの時多かったよね。多いっていうか、もう最初から押す感じの、そう見ないでね、見ないでね、中身を見ないで押す人多かった、いたよね、多かったというかいたよね、いた。だからドラクエ配信してる方のところ、うんうん、結構いなかった、そういう人いた。なんか多分嫌なんだろうね、まあ嫌なんだろうね、うん、まあまあそうだね、俺の好きなゲーム、うん、そうだね、押したら怖いメッセージ出るのよ、マジか怖い、押しましたね、あなた低評価押しましたね、みたいな私が押すような人間に見えるんですか？はい見えますね。あ、僕の中で斉藤さん、菊亭さん、うん、あはもうなんかこうお遊びで押すイメージがあるでももう一回押してくれそう。あ、そうだね、2回押してくれるイメージがある、うん、ホラー画像出ない限り押しませんってことは、ホラー画像が出ないと押すってことか押すじゃん他の探偵の調査を覗き見て、実は内容知ってしまった、うんうん、あえて言おう、このあと急展開で舞台は学校へ、ドクターも転職してティーチャーに、謎のセーラー服少女が鍵を握る、ネタバレすまぬってあー言うわ、絶対ないそれはないよ、マンダム。その内容についていけないわ、ちょっと だとしたら俺逆に楽しむわあ、そうそう、このドラクエを配信するだけで押す方が ねなんかいらっしゃるっぽいよね。そうまあ別にいいんだけどね、押してもらっても開いちゃうわってよ夜に低評価ボタンを押すと蛇が出るっておばあちゃんが言ってた。あ、それ正解。だからね、ちゃんと朝か昼に見て押さないとダメなんだよ。そう、ね、進めますか。で、神田のこと、神田様が犯人などありえないのでは。なぜよ、あるかもしれないじゃない。神田弁護士はゆりさんの子供を見つけたと連絡してきたんですよね。うん、かつて菊さんがゆりさんに持たせただろう後継者の印、それを持つ者こそが綾代家の主であり、遺言書の通り菊さんが持っていた全ての権利が譲られます、うん、もし後継者の印がゆりさんの息子の手にあるのだとすれば、幹事さんや二郎さん亡き今、神田弁護士がその子の後見人となれば、うん、綾代少女を意のままにできるのではないでしょうか。なるほどね、後見人か。あの神田様がそんな恐ろしいことを。確かに神田様はゆり様のことも菊様からいろいろ聞いておられたでしょう、うん、後継者の印がどのようなものかもご存知だったかも。しかし神田様がゆり様のお子様を利用するなど、やはりありえないのでは。根拠は何だろうね。何だろうね、神田をそこまで信用している根拠って何だ。何かあるのかな。聞いたこと特にありませんが。ない。この後、じゃあこの後弁護士。はい。行ってみる。行ってみる。ちょっと試しに行ってみるか。あ、いや、なんかもう一回あったかな。フラグがなんかあと一個 ありそうな。宇津木探偵事務所のものですが。またあなたですか。あ、いい加減にしてください。どうせ人違いよ。違ったかな。お引き取りください。違ったっぽいね。何か説得できる材料がないとか、じゃあ私は聞いてももらえなさそうだ。他の場所の調査を優先しよう。誰だ、どこだかな。怪しいわけ。前座に、まあ、もうちょっと聞いてみる。そうやね、うん。お疲れ様です。何かは
崖の上ってなんかあんのかな。なんか他にユリのこと聞いてみる。神田様がユリ様のお子様を利用するなどやはりありえないのだよ。間違えて押してめっちゃ焦った。おあ、まあ、隣、まあ、押し間違えるはあるかもね。あるね。たまにある。たまにある、たまにある。いつの間にか押してることがある。あ、俺さ、僕ね、あれなんですよ。これよく寝落ちするじゃない。はいはいはい。その時にさ、わかるわかる。私もそれはある。あるよね。ある。あとね、よりによってなんでそこ押すんだろうね。そう。でしかもさ、寝てる時、寝落ちしてる時にさ。多分コメントのところに手が触れてるからか知らないんだけど、うん、あれほらコメントのところ長押しするとさ、あのほらブロックする、通報するとかなんとか出てくる。あ、出る出る出るじゃん。あれも焦る焦る。寝落ちはっはっって起きた時にさ、はっなんか出てるってなる、うん、あれビビるビビるね、うん、私は低評価芸で遊ぶチャンネルでしか押しませんって。そんなのがあるの。あるの。あ、炎上商法みたいな。あるの。わかんないわかんない。俺そんなのわかんない。私もエリーさんと一緒、あの押さずにもうすぐ去る。そっとね。そう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 、ね、そっとね、うんうんツンツンして遊ぶわってマジかツンツンしてなんだろうね、可愛く聞こえるんだよな。そうなんだよね、エリーさんが言っちゃうとね。なんだろうね。あ、親指押すの忘れてたって。あ、お願いします。ありがとうございます。昨日分かったことがあるやん。それがあれじゃん、もう一つの材料じゃん。これ。あ、善蔵さん。え、何分かったこと。昨日分かったこと。要はあれでしょ、前回の推理の時に分かったことってこと。タバコ入れ。タバコ入れ。タバコ入れ。カズト。え、カズト。カズさ。カズさ。アキラ。うん、結構。いや、ここちょっと狙い撃ちしてみたくない？なんだろうな。見せる？違うもんね。見せるはないから。タバコ入れ？あ、タバコ入れ？アカネが持っておりました。いや。そういえば、アカネさんどうしてるんだろう。元気になっていればいいんだけど。ちょっと。あれ？あれ？うん。うん。私もごく稀に押し間違いはある。あるよね。押してキャンセルするといいですよって。怖いよね。なんかさ、その低評価を押したことでその人が嫌な気になるのが嫌なんだよね。あ、そうそうだね。そうそう。それはあるね。いや本当にさ、嫌だと思ったものに低評価。例えば俺らで言ったら多分動物に対してなんかひどいことやってるとか。うんうん。やったらもう、迷いなく押すんだけど、自分の間違いで押しちゃったことで相手が不快になったりするのが嫌なんだよね。うん、うんうん、私は通報するは出ないけど、通報するって聞かれたどういうこと。もう20年余りお会いしてはおりません。あずさん、こんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。今ね、犯人を追い込もうとしてるんですけど、まだね、僕らが気づけてないことがあるみたい。やはり、何のことやら見当もつきません。分かったことなんだ？何がある？なんだ？なんか、アキラ、怪しろ。いた。前にお話したことぐらいで聞いていくか、うん、あ、アイアイさん、こんばんは。あ、こんばんは。今日もありがとうございます。押したら出るコメントが怖いの。あ、怖いの。あ、本当に警察からすべて伺いました。私はすずちゃんに精神的虐待を、うん、受けてます。前にお話したことぐらいでそれ私もや。そしたら怖怖あ、スリも面白いですねって。ありがとうございます。あずさん久しぶりな気がするねえ。あの神田様が。あ、いや違う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 、うん、
そう、推理物はね、楽しいですよ。神田様はユリ様のお子様を利用するなど。昨日もね、古畑任三郎を見てて、もう20年余り、見てたね、お会いしてはおりません。今泉くんがさ、もう本当私みたいでさ、もうさ、言っちゃった。お金が持っております。言っちゃったか。確かに見てたら思うんだよね。何のことやら見当も。もう今泉くんがさ、もう、特に諦めてありませんが、もういいじゃん、たたりでいいじゃん、たたりのせいでいいじゃんっつって、もう諦めてたのがすごい私っぽかった。もうそういうことにしようよみたいな、うん、でもその後ちゃんとね、うん、あのヒントをやっぱりあげてたよ。あげてたね、うん、あ、茜来た。ご迷惑をおかけしました。せめてもの罪滅ぼしにこの綾代家のお役に立ちたいと思います。あ、で、あ、これで聞くのか、うんうん、で、タバコ入れを聞くのか。隠していたタバコ入れは私の部屋にあります。今は寝ています。来た。茜に聞くんだったのか。これがそのタバコ入れです。これタバコ入れなの。そうです、昔のタバコ入れ、こんなんですよ。この一番上は何、灰皿、え、何、ね、火種とか入れるところ。あ、まあ、今でいう灰皿になるのかな。ね、なんの、あの、キセルのさ、先っちょに火をつけて火種作るじゃん、うん、で、パッ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 って吸うじゃん、うんうん、で、タバコの葉っぱ自体に直接火をつけるんだよね、うん、紙じゃなくて、うん、で、燃えかす灰吸い終わったら火種だけ残るじゃん、はいはい、それを吸ってるっていうか、まだ吸いたかったらそれにタバコの葉っぱ、へで、吸い終わってもういらないってやったら、ここでガンって、あーガンってするの、うん、そう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 、エキセルでタバコを飲む人のタバコ入れ、タバコ入れだ、そうそう、紙タバコじゃなくてね。それじゃ、見せてもらいます。この時代、紙タバコはあるはずだから、明治時代から紙タバコはあるからさ、うんうん、多分本当にタバコ好きな人なんだろうなって感じ。まず見てみるか、タバコ入れ、うんうん、キクさんのタバコ入れだ。中に物が入るようになっている。土蔵の鍵はここに入っていたんだったな。タバコ入れの引き出しが取れたぞ。取れた、これに、あ、で、これで見るのか、引き出しを見る。中にはもう何もない。取れ方がエグかったんじゃない。お、めっちゃ取れたみたいな感じなんじゃない、うん、何にもない、何にもない、中にはもう何もない、引き出しの中には何もない。キクさんのタバコ入れだ。中に物が入るようになっている。なんかありそうなんだよな。ホールでもう一回タバコ入れ見てみる。あ、しまった。あ、何？来た。引き出しの外れたタバコ入れを取ろうとしたら、手が滑って落としてしまった。おい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 。その表紙に？その表紙に？だとしても、主人公おっちょこちょいすぎらん？おっとってことでしょ。大丈夫ですか？はい、僕はなんとも。それよりも、すいません、壊れてないといいんですが。ねえ、落とすって話だよね。この紙は？紙だ。来た。片身なんでしょ。今落ちた拍子にタバコ入れの中から出てきました。お、お、見る、調べる、見る、見る、調べる、うん、見てみよう、見てみよう、うん、私はすずちゃんに話を膨らませるネタをバンバン提供してるのに、ね、うん、ネタのキャッチボールしたら頭部に剛速球投げた。そんなに怯えてないでしょ。いやいや、言えて妙だよ。マンダムさんのやつはそれ言えて妙だわ。駅にタバコの自販機あった ね、あったよね、あった、そうそう、あった、あった。だからタバコの看板もあったから、うん、だから本当に年代物の紙じゃない、私は生粋の葉っぱを楽しむんだって方なのかもね、うん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 、釣り線は入ってないぞ、そうさ。バレた、探してるの、バレた。お、89年当時のタバコ1箱の価格、うん、わー、ゴールデン
バット130円、夏バーバー140円、夏、あ、セブンスターね、うん、他普通のタバコ220円、ラークが250円だって安っ。だって安い、今もう500円以上するよね、うん、今のメビウスがまだマイルドセブンっていう銘柄だった頃、僕が一番最初に自販機で見たタバコの価格って多分260円とかだ、このぐらいだったから、あ、これに比べたらだよね今。太陽でスークはさ、うちはほら、うん、もう手巻きタバコだからさ、うん、もうタバコの値段がさ今500円以上じゃん。いや、うん、するする。いや、でもほら普通その一般のさタバコを買ってる人は、うん、一般のっていうか、あとコンビニで買うね、コンビニとかでさ、うん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 、買ってる人はさ、もうタバコ一箱何円以上になったらもう吸わないみたいな人がいるじゃんか。いるね、いるじゃんか、いるいる。それがスー君はもうないじゃんか。ないね。え、ないね、安いもんね。そう、手巻きタバコ安いもんね。そう、それがちょっと困ってるね。なんだよ困ってる。うま進み、うさぎ進みて取り開く、まんじの中の印望ま。鏡か、あ、鏡か、あ、鏡か、ねえ、これは一体。前座さん、あかねさん、何か心当たりはありますか。特にないの。そう主人公でしょ。逆主人公さ、探偵の助手にしてはおとぼけすぎん。おとぼけすぎん。あゆみちゃんが優秀よね。あゆみちゃん優秀すぎてさ、私も分かりかねます。菊様が忍ばせていたものなのでしょうか。これで何か、まだあるかな、なんか気づいたことあるかな。何か知っていればいいのですが。なるほど。お守りはなんか知ってる。私にはちょっと。あ、かわいい、この首のかしげ方かわいい。あ、かわいい。何、あ、手鏡見せてみようよ。あら、ほら、来た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 、これやんね、これやん、これやん。え、あら、あら、あ、前蔵に見せんの、前蔵に見せんの。はい、ご用でしょうか。これに見覚えはありませんか。おや、あれ、あれ、うわって言ってるけど、だけだけ、え、お、終わり、あれ、まさかね、まだまだまだない、あれあれ、履歴中にあかねちゃん、そう、あかねちゃん、ジャンプとセブンスターは170円だった。この紙に書かれている動物たち、どこかで見たことがあるよ。しかし少年ジャンプ、あーの方ね、うんうん、セブンスター170円、安い。あーで200円、25円、値上がりして個人商店の息子からカートンでもらってたぞ。だってカートンでもらえんの、すげえね。それはすごいね。俺が知ってるだいぶ昔のやつってまだバラ売りしてた頃かな、タバコを。カートンがない時代。いやいや、もう箱がない時代。あ、箱あったのかな。タバコをね、1本2本で買えた時代があるんだよね。ちげえ、うん、一本いくらで買ってた、バラ売りの時代。うん、あ、聞くわで。あ、聞くわで。なんかね、思い出すでね、いけた。いけた。うんうん。あかねちゃんはどちら様でって。それもほんと今更だぞ。今更だぞ。すっげえ可愛いんだぞ、あかねちゃん。俺結構好きなんだぞ。来た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 。で、手鏡か。これ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 、これは紙切れに書かれている動物たちだ。あ、馬越えて、
天高く小ゆる秋小ゆる秋しかし一体どういう意味があるんだろう。それは分からないが、確か鳥開くだったよね。鳥開く、ウサギも進むだったよね。ネズミ、万字のなんとかだったよね。ネズミあった、ちょっと待ってもう一回見てみようか。これ覚えておこうか。この意味はどういう意味があるんだろう。これちょっと写真撮る、これ写真撮ってみようか。スクリーンショットで、これでね、スクリーンショット撮ったから、出せるはず。どこだ？ここ。ああ、ここか。ここか。ないじゃん。いや、あるはず。どっかにある。あれ？あ、ここじゃない。あ、ここか。違う。あれ？あれ？俺写真撮ったはずなんだけどな。保存してないんじゃない？保存してないのかな？あ、じゃあ書いとこうか。はい。あげ。うん。うん、了解。とあ、はい、オッケー、うん、これ、はい、皆さんこれメモするならメモしていただけたら、あ、でも後でね、うん、できるしね、うん、うん、200円220円ってすぐに値上がりしてた。タバコはね、すぐ値上がりするイメージだよね。そうだね。タバコはくれるのに、遊び行っても姉ちゃんの部屋には、そら入れないんでしょ。マジマンジー。だね、マジマンジー。マジマンジー。マジマジマジュンジー。ね、あ、紙の文章、そう、それも見たい。そうそう、それも見ようか。紙の文章、紙切れ。馬進み、ウサギ進みて取り開く。万字の中の印。馬ま。進みて。馬進み、ウサギ進みて取り開く。万字の中の印。うん。望まん。私望まん。望まん。万字の中の印って書いた？書いたよ。ひし形の。ひし形？手鏡にも描かれている。うん、なんかさ、こういうさ、馬進み、ウサギ進みて取り開くって、俺が最近見てたさ、うん、金田一少年の事件簿の秘宝塔のなんか暗号みたいだね。そうなの。うん、望まんって何？望まんってこと？望むってこと。あ、望んで仕方ないってことだな。うん、このネタはすでに謎は解けたって嘘つけだからすずちゃんの相手だけしてるねってあー、おかえりなさい、ドラゴンさん。今どんな感じになったの？今ね、キクさんのタバコ入れがアカネからアカネが持ってたっていうので今見せてもらってて、でキクさんのタバコ入れの中からなんだっけ、紙切れ、さっきの馬進みとかって書いてある紙切れ、暗号みたいな紙切れが出てきて、その紙切れが手鏡に、なんだろう、ある模様、模様なんていうの、飾りに似てるね、似てるねっていうか、それを指してるんじゃないだろうかっていうところまで来た。そう、隠し財産なのかもしれないね。ほー、怪しろ家の隠し財産みたいな。ん？あ？え、これで思い出してみる？うんうん。逆にここはなんか、あかねちゃん？あかねちゃん気づいたことで、あっって言ってるでしょ。
茜が持っておりました。あ、じゃあ茜ちゃん、いやでも茜ちゃんってなんか知ってんのかな、このこと。見せるの。紙と手鏡には同じ動物が描かれておりますね。どういうことなんでしょうか。じゃあ茜ちゃん呼んでみる。何かご用でしょうか。じゃあ茜ちゃんに聞いてみようか、うん、手鏡を見せてみる。やっぱり紙と同じ動物ですね。奥様なら何かご存知だったかもしれませんが。これで、これでどういく、どうするのかな。違うな。ただなんか、なんかあるかな。聞いたこと。何か知っていればいいのですが。なんだろう。あんだなの。いやー、ないと思うんだよな。何か知っていればいい。あやしろ系。ご迷惑をおかけしました。いやー違うね。もう手に取って調べる必要なさそう。じゃあやっぱこの、ここ？これの何かってこと？わからんな。この絵にはどういう意味があるんだろう。これは今すぐにどうこうって話じゃないのかな？じゃない？ない？わかんない。ってことは。じゃないの？俺さっき手鏡見せたよね。見せた。なんか聞くことあるか？お守りについても何も知らないね。私にはやっぱ善蔵か。善蔵さんがだって古株だからさ。はい。ご用でしょうか。あ、決められた場所で道案内になりそう。あ、じゃあ移動してみるか。うんうん。じゃあこのタイミングで神田弁護士の事務所行ってみる。行ってみる。はい。宇津木探偵事務所のものですが。またあなたですか。いい加減にしてください。どうせ人違いよ。どうぞお引き取りください。あー違うか。何か説得できる材料まだ足りないか。話を聞いてもらえる。崖の上行ってみる。開始時に言ってた犯人はヤスは、あながち遠くもない。ヤスって誰だっけ。ヤスって誰だよ。立っていると、あの夜のことがありありと蘇ってくる。あの、殺気に満ちたアキラの顔が。え、ヤスって誰。この崖でアキラに襲われたんだ。だが、だが気を失ってからのことはさすがにわからない。ここに何か手がかりはないのか。あ、来た、なんか進んだ。じゃこの、あ、これはいつでも見れますってことか。あ、そういうこと。あ、そういうことか。そばには誰もいない。あれ、頑張れ。ありがとう、ありがとう。頑張る、頑張る。どこ？ここは？あずさのあれがあったところだよね。手がかりになりそうなものは何もないな。もうない。でもよく調べなきゃ。よく調べなきゃ。あ、ここってことじゃなくて。手がかりになりそうなもの。この。あ、じゃあここ調べてみるか。俺が落ちてたって言ってた側。うんうん、手がかりになりそうなものは何もないな。ああ、何かある？なんだ？あ、何かな？先っちょ？手がかりになりそうなもの。ええー？な
ない？なくない？海？どうしたアキラは？ああ。海に突き落とさなかったんだろう。うん。だけ？地面？手がかりになりそうな。いや、だってここ地面と海しかないよ。出す。思い出してみる。なぜアキラは僕を海の方へ落とさなかったんだろう。アマチさんにもう一度あの夜の話を聞いてみよう。来た。進んだんじゃない？あ、進んだ進んだ。アマチの部屋。崖の途中。残念これさ。残念だった。そうだ。アマチさんはしばらく留守にする。あ、言ってたね。そしたらでもさ、あ、ここになんかあるんじゃない？なんか誰かいる？誰なんだ？誰もいないか。見る、調べるあたり誰もいない。開ける？例の怪しい人か。崖の途中の人。あ、嬉しい。嬉しい。崖の途中の人を拾ってくれて。あれ、アマチがいない。あ、ここむずいね。ここむずいな。あれ、ここ違う？ニコニコしてる。ニコニコしてる。インターホン。アマチさんがいないんだったな。いつ戻ってくるんだろう。どうでもいいけど、エレベーター早くね。早い早い。確かに早い。アマチさんが住んでる。蕎麦屋の人いなかった？いたいた。あの、岡持ちじゃないや。あの、あれでしょ、うんうん、消火器が備え付けられている。あ、留守なのに郵便物たまらないよって。そうそう、それ思ったんだよね。普通たまるよね。たまる。もしくはここに生活の実態がなければ、日が当たらない場所に置かれているせいか、あの、たまらないよね。エレベーターだ。特におかしなところはない。むしろ、まあそうだね。の中で私だけが迷宮入りって。ナムナムだ。え、なに、私だけが迷宮入りしてんの？そうだね、だって。なんでなんで。あの、茶色い服の男を探してるんでしょ。違う、違う、私も犯人は特定してるんだよ。あ、そうなの？特定はしてるんだけど、あの、坂の途中にいた、うん、どうしてもなんかあるんじゃないのって。ああ、誰もいない。え、ここじゃない。移動するか。崖の、違うっぽいね。うん、崖の上行ってみる。もう一回。ここに立っていると、確かに僕は気を失ってからのことはさす。ここに手がかりはないのだろう。インターホンあるのに覗き穴もあるんだって。確かに僕はこの崖でアキラに襲われたんだ。え、ない。え、どういうこと。え、そ、ないの。いや、うちもあるよね。うちもインターホンあってカメラついてるけど、覗き穴もあるよね。あ、ないか。覗き穴はないね。あ、じゃあないね。気を失ってからのことはさすがにわからない。うん、ない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 。そういう言われりゃそうだわ。これなんか撮ってみる。これは撮れないだろう。バトルはなんかあるかなと思っただけだわ。これは取れないだろう。違うかな。ここ違うかな。あやしろけ。あやしろけ。あ、呼ぶ。呼ぶ。そばには誰もいない。いない。確かに僕はこの崖でアキラに襲われた。わかる。のぞき穴って見るの怖い。怖い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 。いや、何か手がかり。なんならインターホンのさ、あのカメラもさ、オンにしても怖くない？カメラも怖い。怖いね。鳴ったはずのインターホンを押すと誰もいないとか。覗き穴はさ、うん、見る前にさ、うん、なんか自分で想像しちゃうんだよ。こんな人が立ってたらどうしようっていうのを。白い仮面の男とか。そうそうそう。あ、そういう感じの。あのね、俺ほら、金田一少年の事件簿の
あの学校の七不思議、はい、あ、え、放課後の魔術師、はい、何か分かりましたか。学園七不思議か、うん、あれでさ、放課後の魔術師が出た時にさ超怖かったんだけど、うん、それを思い出すんだよね、うん、覗き穴とか大ちゃんちょっと怖かったよ、怖かった、うん、ね、ホラーとかでよくあるやつですね。そうそう、なんだ、ちょっとローラー作戦していい？そうだね、ちょっとローラーするわ。進まんもん、うん、進まん、詰まっちゃった。前にお話したことぐらいで。インターホンも怖い。警察から全て伺いました。自分だけが見えてるんだけど相手にも見えてるようでちょっと怖い。確かに確かに、前にお話したことぐらいで。怖いよね。詰まると思わなかった？マジで、あの神田様が結構詰まっちゃった。神田様がゆり様のお子様を利用するなど。金田一大好きなんだよな俺。もう20年余りお会いしてはおりません。あのちょっとカルト、オカルト入ってるの好きなんだよね。あかねが持っておりました。アキラより怖いのは出てこないよね。多分出てこないと思う。いやもうそれ何、カプセル怪獣、ね、何のことやら見当もつきません。カプセル怪獣っていうのはウルトラマンセブンのあのまあお供みたいな。何のいた？うん。でそれアキラがそれっぽく見えたってこと。カプセル怪獣っぽく。でも持ち物は関係ないよね。見せる関係ないもんね、だってね。前にお話。神田って顔出ました？いや出てないです。前にお話したこと出てないんだよね、うん、神田がね、あれ手帳でね、人物で神田どこだ、あった、神田だけね、ハテナハテナなんだよね、まだ。覗き穴の向こうから覗かれてたとか、うん、ほらよくあるよくある。あーもう無理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 。紙と手鏡には同じ動物が描かれて、天地さん、天地さんは、僕どこだ、いたいた、この人、天地さん、ね、僕が崖で気絶して、さっきの崖のところで気絶してるところから話が始まるんですけど、その僕を助けてくれた第一発見者の方ですね、うん、天地さん、うん、うん、うん、ところどころ見逃してるけど、あかねちゃんはどういうか、私が転生した姿ですね。ですね、はい。そうですね。あ、天童あかねちゃんが浮かぶって、ランマか。ランマか。ランマか。いいね。前にお話。マジか。大西様にも、ゆり様が亡くなったことをお伝えせねばなりませんね。大西？ああ、大西さんか。え、大西？大西って誰だっけ？大西？大西って誰だっけ？カツコ。ああ、カツ。ああ、いたいた。幼馴染か。いたいた。いた。そっか。え、電話じゃないよね。もう手に取って調べる。なんだ？マロンさんの天地勇気って誰？誰？キクソのタバコ入れ。顔が出ない神田は怪しいんだよ。そう、怪しいんだよ。まだ出てないもんね。うん。どうぞ。キクソのタバコ入れだ。中に物が入るようになっている。あ、ちょっと待って。なんか土蔵の鍵ってさ、中にはもう何もない。誰が持ってんの今？そうじゃん。誰が持ってんの？この動物たちは自分見てた時、スズランさんとか順次駅員とかだったからって。この絵にはどういう意味があるんだ。駅員しか合ってないよ。怪しろけの執事、名前がもう駅員しか合ってないんだよな。駅員しか出てない。あ、でも駅員さんで名前なかったよね。うん、駅員、駅員だよね。隠し事がなくなってほっとしたんだろうな。ライオン、顔色も戻ってきたみたいだ。ライオン、ライオン。ライオン。大
西、あ、大西ライオン、あ、大西ライオンか。心配ナイスこれよくスー君に真似してもらってた。うん、してたね。何かご用でしょうか。ほんとね、俺に実体があればね俺に実体があればさ、ほんとにご迷惑をおかけしました。大西ライオンもさ、せめてもの罪滅ぼしに、あとなんだ、ダンシングベイビーとかさ、私にライズアップとかさ、いろいろ見せてあげれたのに、ね、そうだね、うん、助けてくれた恩人なのにフルネームじゃないんだ。そう、神田さんでしょ。そうっす、え、違う、アマチ。あ、そうだ、そうだ、ごめん、アマチ、アマチさん、アマチさん。あ、スーさん、こんばんは。あ、こんばんは、今日もありがとうございます。今、ローラー作戦をやってるとこですよ。何か知っていれば。いや、ほんとわからん、なんだ。何か知っている。アカネはまさか何もないのかな。このタバコ入れは随分と古いものですね。善蔵さんはタバコ入れを見ると大旦那様や昔のことを思い出すそうです。おっと、善蔵さんはタバコ入れを見ると大旦那様や昔のことを思い出すそうです。あ、ちょっと昔話聞きたいな。善蔵さん、善蔵さんかな。善蔵さんかも。何か知って、おってよ、ね、おって、ね、多分昔のさ、でもこれが必要だったんだよね、はい、多分あかねちゃんからの。そうそう、多分フラグを立てなくといけなかった。もうタバコ入れぶっ壊そうぜやっちゃうぜ、もうやっちゃうぜ、やっちゃうぜ。エリさん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。ありがとうございます。昔のことが目に、あ、あ、思い出した。あらやだ。実は旦那様の授業の煽りを受け自殺してしまった家族のことを思い出したんです。あ、家族だ。その家族は神田という名字でした。いや、その家には確かこのことで両親を失った息子が一人いたはずです。あー、来た、来た。やっぱ家族だったね。あー、来た、来た。あー、これでいける、これでいけるんじゃない、ね、他に気づい、うんうん、いやね、これで いくか、これで行ってみるか、うん、神田だよ、繋がったよ。 なんだってって本当に言ってさ、分かってんの。神田繋がってきたわ。宇津木探偵事務所のものですが。またあなたですか。いい加減にしてください。どうせ人違いよ。いや、いけるはず。ところが、うん、ところが神田弁護士には動機となる事情もあるんです。怪しろ家の執事の話によるとですね。変なこと言わないでよ。言っときますけど、神田という名前の弁護士なんていくらでもいるのよ。確かにそうですが、ともかく話を聞いてもらえませんか。そんな暇はありません。お引き取りください。どう、なんか霊が強いな。うん、確かに彼女の言う通り人違いとも考えられるけど。何か、彼女の言う通り人違いとも考えられる。もっと詳しくその自殺した神田という夫婦のことを調べなきゃ。知っているとすれば源信さんだ。きっと何か知ってるはずだ。源信さんか。源信さん、お寺だからでしょ。寺の住職だから、うんうん、亡くなってるから、し、あ、猫だ、あ、猫だ、知ってるかもしれないってことだよね。お、繋がった、繋がった、繋がった。とりあえず分かったふりをするはい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 。菊さんの遺体はまだ見つからん。あんたの手で早く犯人を捕まえてくれ。なんという罰当たりなことを。源信さん、
神田という名前に聞き覚えはありますね。いや、隠してるのか。なんか一連の事件は全てその男の仕業のようです。話していただけますね。こうか。神田のことについて聞きますか。そうか、あの男の仕業じゃったか。あんたの思っとる通りじゃ。キクさんの旦那に両親を自殺に追いやられた男こそ林野商事の顧問弁護士。あ、つれさん、こんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。いやー、これさ、キクさん知ってたのかな。知ってるよね。だって原神さんが知ってるぐらいだから、キクさんも知ってたんじゃないの。知らんって、わしも何も知らんの展開じゃなかったんで。もう素直に、そうそう、素直にもう答えてくれるからね。神田京之助に間違いない。来た来た。ってことは罪滅ぼしか何かで雇ってたのかな。神田があの夫婦の息子だと知っておったんじゃ。だからそれでも、うん、あえて神田を顧問弁護士に決めたんじゃ。せめてもの罪滅ぼしのつもりでな。キクさんはこう言うとった。なんて言ってた？お、生きてる。神田を顧問弁護士にすることが正しいかどうかはわからん。うん。しかしその結果がどうあろうが、それは自分の意思であり、綾代家の定めじゃ。なるほど。ね、初めて喋った。アキラはね、喋らなかったのに。確かに。まあ、格の差ってやつですね。よく働いたそうじゃ。キクさんも満足しておった。うん。まさか。神田がこんな恐ろしいことを考えておったとは夢にも思わんかったじゃろう。ユリも神田親子のことは知っておったじゃろう。なるほど。そんなこともあってユリは屋敷を出る覚悟を決めたのかもしれん。ユリはかねてから綾代家の商売のやり方に耐えられんかったようじゃからな。じゃがのう、食うか食われるか、厳しい商売の世界の話、綾代家だけを責めることなど誰にもできんことじゃ。話してくださってありがとうございます。すごい話してくれた。すっごい話してくれた。キクさんが言った通り、これが綾代家の定めじゃったのかのう。しかしこのヒゲ気持ちよさそうだね。ね、このヒゲ気持ちよさそうだな。伊藤さんだ、こんばんは。あ、こんばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。でもさ、商売食うか食われるかの厳しい世界ではあるけどさ、人情を忘れたらいけないよね。うん、そうだね。じゃ、神田弁護士事務所。探偵とやら、神田に目的を果たさせてはならん。このままでは奴は救われん。任せてください。くれぐれも頼みましたぞ。おお、任されましたぞ。これで説得できるんだ。はい。宇津木探偵事務所のものですが。めっちゃしつこいよね。めっちゃしつこいよね。めっちゃしつこいよね。リアルだったら俺無理だわ。何回も押しかけてる。押しかけてるもん。またあなたですか。何度来ても無駄ですよ。お引き取りください。警察呼ばれるレベルだわ。待ってください。神田先生のことを知っている人に話を聞いてきました。やっぱり僕の考え通り、神田先生は。あ、知ってるのか。お願いします。どうか話を聞いていただけませんか。俺もそう思う。探偵という仕事の秘訣は諦めないことなんです。でも嫌われるよ。
で、人からバカみたい。どうぞ。でもさ、なんかこの言い方さ、うん、でもこの言い方さ、うん、なんか言い方いいよね。なんか認められたかな。まあ、でもそういう言い方だった。そういう方だったよね。うん、俺認められた感じがするよね、うん、なんかね。ありがとうございます。来た来た来た。話は聞くだけ聞きますけど、先生は事件に関係ありませんからね。本当かな？どうかな？聞くだけ聞く。ツンデレレイコ。ツンデレイコ。ツンデレイコだ。ファイルのことを聞いてみるかじゃあ。うん、あ、神田のこと聞く先に。神田のこと聞こうか。先生はいらっしゃいません。あれ？違うな。神田先生が見ておられたというファイルを見せていただけませんか。これは誰にでも見せていいようなものじゃないんです。あ、変な人に迷惑していますね。さっさと帰ってくれないかしら。怖っ怖っ怖いね。こんなこと言われたら俺泣くわ。もう事件のファイルは誰にでも見せていいようなものじゃないんです。いやもうね、そんなこと言わないでね。神田怪しすぎてね。怪しくなくなったって。怪しくなくなった。なんでなんでなんで。バリバリ怪しいでしょ今。そこをなんとか。ダメったらダメ。あ、おじい、おかえり。あ、おかえりなさい。突然のブラックアウ アウト。どっちがいいことを言わないで。お願いしますよ。パソコンが。おじいが。いや、パソコンじゃない。スズランじゃねえっつうの。でもこんな感じかな。こんな感じだね。ならん。見せてくださいよ。そこをなんとか。ならんもんはならんのじゃ。って言うんでしょ。なりません。で、神田一択になった。優しさ、あ、優しさを見せるってこと。僕だって、あなたのような可愛い人を困らせたくはないんだ。これ誰だっけ。エリーさんが言ってたっけ。綺麗だと言ってみよう。あ、言ってたね。誰か、エリーさんだったっけ。エリーさんだったような気がするんだけど。言ってた言ってた言ってたよね。どこだっけ。今ちょっとね、ちょっと遡ってんだけど、遡ってんだけど、あ、ほらほら、エリーさんが今日も綺麗ですねって言ってみようって。おっと、エリーさん、ね、斉藤さんじゃないから。斉藤さんじゃないから。今さっき来ただろ。すごい。いや、ショタの画像でいけるか。私だからか。私だからか。多分、ね、あなただから。謎選択肢だって。いや、これでも女性にはね、うん、結構大事。でもイライラしてる人に対してさ、あなただって、またあなたみたいな可愛い人を困らせたくないんだよって言ったら、じゃあしなきゃいいじゃんっていうならない。どうなんだろう。私だったらどうなってる。ごまかされないよ。それで許されると思ってるの。まさかねっていう。今日も服が綺麗ですねって。毎日こんな感じじゃない。可愛いだなんて嬉しいわ。ちょっとだけ見せちゃおうかしら。簡単じゃん。ちょろすぎない。ちょろすぎひ。なんて言うわけないでしょ。あ、びっくりした。お帰りください。そうだよね。そんな簡単じゃないよ。ないよね。女の人はこんな簡単じゃない。リメイクで一番無駄に力が入ってる。レイコさんのアップ。うん、復帰するまで、復帰つか動画で、パクチンがおもちゃにされてるのを見て涙していたって。泣くとこあるの？これだけ言っても。パクチンって誰だっけ？ダメですか？パクチンって誰だろう？ケチだな。あ、ピチだなって言った。それ絶対言ったらダメだよ。なんですって。いい加減にしないと警察を呼ぶわよ。あ、ですよねって。この一連の流れはすごい、あのデジャブ感がある。うん、デジャブ感がある。何でも別にいいですよ。どうぞ読んでください。開き直った。言ったわね。待ってらっしゃい。本当に呼んでやるから。
本当に呼ぶよ。本当に呼ぶ？こういう時本当に呼ぶから。もしもし、警察ですか？今変な人が来てるんです。そうなんです、その人です。もうしつこくって。はい、はあ、わかりました、そうします、どうも。あ、まあ警察は俺の味方だからね。警察があなたには全面的に協力しろですってどうぞ、あなたが見たがっていたファイルよ。強っ。ファイルなら渡したでしょ。ああ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。見ます、見ます。ファイル見ます。今のうちだ！電話をかけてる。その隙に。やったるでよ。ウィッチ？うん。ウィッチ？ハロウィーズ。おお。ハロウィーズ。あれ、あれウィンクじゃないの？いや、分からん。二人組の？二人組の。ウィンク？ウィンク。じゃなかった、あの人たち。リメイク制作スタッフにレイコさんのファンがいる説。あんだけ、あんだけドアップだったもんね。ね。やっぱり、熊田先生が言っていた保険金殺人事件のファイルだ。殺害方法などが書かれている。お？もはや間違いないな。レイコを調べてみてくださいって。どうする？スズランくれたら。ここへ連れてきていたか。聞いてみよう。ああ、ユリさんの子供をね。あの、すみません。はい。何かご用ですか？怖っ。さっきまでめっちゃ話してたのに。神田先生は17、8歳ぐらいの少年をここに連れてきたことはありませんでしたか？時々。あなたくらいの少年を連れてこられましたよ。とっても礼儀正しくて誰かさんとは随分違うわね。無理だわ俺この人とは仲良くなれないわこの人とは仲良くなれないわ。出陣方法が書かれているファイル保存してるんかいって、うん、あ、でもほら弁護士だからあれかな、裁判資料的なものかな。で、もしかしたらこれ移動していいのかな。いいんじゃない。だいたい黄色が出るとこれに従うよね。従ってきたよね、今までね。そうだね、うん、でもどこに行くかだよね。アマチの部屋行ってみるか。ルパの戻ってきてるんじゃない。そうそう、あの、いろいろとありがとうございました。なんか すいません。ちっちゃいんだよ。失礼します。めっちゃビビってんじゃん、もう。もうすっごい傷負ってるわ。アマチさんはいないんだったな。ああ、まだ。やっぱまだかな。まだか。あ、じゃあ崖の上？崖の上行ってみる。うん、崖の上行ってみるか。日が落ちてきた。あ、今日は。でもこれ時間帯的に。時間帯的に、うん、ね、そうだね。うんうん。あ、呼んでみる。うん。娘ちゃんと二人でウィンクを歌うエリーさんを紹介します。エリーさんが戻ってきてから言ってみて。言ってみて。寂しげなな。日が落ちてきてる。呼ぶわ。呼ぶなかった。あ、なかった。そばには誰もいない。手鏡、ここで見てみる。この絵には…あ、関係ないか。見る、思い出す。ちょうどこれくらいの時間だったように思う。僕がアキラに襲われたのは、どんどん日が落ちていく。あー、夜になる、夜になる。あ、あ、今、何か光ったような。何？何？おお、なんか来た。おや、ボタン？ボタンが落ちている。草の間に落ちてたから、前に調べたときは気づかなかったんだ。ほら、取る。え、でもこれボタン、お、何のボタン？一応持っておこう。
揉み合った時の。あ、も、ん、揉み合った時のかな。寂しげな波。見てみるか。あ、見れない。そうそう。そこ謎だよね。確かに謎。お、しかもあれプラスチック製だったよね。そうそう。光るか。確かに僕はこの崖でアキラに襲われたんだ。なぜアキラは僕を。あれ、これは終わり。もう終わり。聞く人いない、取るものない、呼ぶ人いない、うん、見るものあたり、あたり見てみる。すっかり日が落ちてしまった。あー、もう終わりか。アムチの部屋。アムチの部屋。アムチ様いないんだったな。あ、違うね。あ、すみません、お宅アマチさんのお知り合いですか。あ、俺の服だ、はい、そうです。あ、よかった。実はちょっと困ってるんですよ。お、俺の服クリーニングに出してるって言ってたじゃん。そうそう。あー、なるほど。うん、日の光が、うんうん、細くなって集中的に当たったらそうなるのでは。光るってことね。光るってこと、あの角度でってこと。なるほど。反射ね。この人が崖の人では。この人が、この人が、この人が。あ、ちょっとだけごめんなさい、ちょっとだけ離席してもいいかな。はい、すぐ戻りますね。ちょっとだけ、はい、ごめんなさい。ちょっとだけね、いろいろ考えながら思いを巡らせていただければ。はい、すいません、お待たせしました。うん、ねえ、看護婦さんとユキコさんは、うん、まだ言ってんの。まだ言ってんのか。まだ言ってんのか。でもね、その気持ちわかるよ。可愛かったもんね。可愛かった、俺も見たい、うん、自分の服のボタン、自分の服のボタン、そう、あの、多分その時着てたってことでしょ、うん、そう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 、の可能性があるけどさ、だとしたらそれはでも普通だよね。だってあそこでアキラに襲われてるって言ってるから。それだと別におかしくはない、おかしくはない、自然のことはない。なんか崖の人から離れようや。赤い服、赤い服、赤い服、ホレイさんの中では赤い服が何かポイントなのか。この人レイコの愛人かな。ないよ。バカタレ。マンダムジジイはちょっともう欲望の塊なんでね。ヒントとして開発がそっと置いてくれたんだよ。なるほど。なるほどじゃねえわ。なんだろう、聞いてみようか。うんうん。困ったな。何が困ったの？アマチのこと？困ってるって、アマチさんのことでですか？はあ、そうなんです。アマチさんから頼まれてた洗濯物が遅れちゃって、やっとお持ちできたんですが、やっぱそっか、お留守なんですよ。
いや、いいよいいよ。アマチさんから頼まれてた洗濯物が遅れちゃって。おお、アマチが怪しい。アマチが怪しい。いや、アマチはね、ずっと怪しいんだよ。困ったな。あのね、ほんとずっと怪しいの。ずっと。ずっと怪しいの。それ、アマチさんから預かったんですよね。だったら、多分僕のものだと思います。ああ、これがそうなんですか。じゃあ受け取ってくださいよ。言いながらさ、出てきたのが女性ものだったらどうする、うん、違うってなるよね。いいですよ、もらっておきます。あれ、ボタンの色違うよ。黒じゃないよ。え、あれ、ボタン黒だった。黒だった。ボタン黒じゃなかった。ありがとうございます、助かります。拾ったボタン黒だったの。あ、そうなん、うん、いやー、助かりました。お急ぎで出さないから遅かったんだよ。海にでも落っこちたんですか。クリーニングね。海水でずぶ濡れでしたよ。お急ぎで出すとね、その日にね、そう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 、仕上がってきたりするもん、ね、ほら、これお急ぎっていつからあるかわかんないんだけどさ、昭和63年、これ、はい、1988年だから昭和63年かな、うん、の時にお急ぎとかってあったのかな。わかんない、どうなんだろう。海水でずぶ濡れだったって。そう、やっぱ落ちてんだ。海じゃんね、やっぱ落ちたんや。え、海にはじゃあ落ちたってこと。じゃあその後移動させられたってこと。誰が。あ、そうだね、主人公とは限らない。え、いや違う、落ちたのは主人公でいいでしょ。主人公、主人公。でもさ、あの時アキラ、ちょっと待って、アキラは海に落とした。いや、なんで反対側の草むらにいるの。だから誰かが、じゃあそれお願いしますね。ご利用ありがとうございました。誰かが運んだんじゃない。誰が。僕が海水でつぶれ、じゃあ僕は一体どうなってるんだ。もうこのってことアマチだよね。あ、事務所来た。スリじゃん、スリ。うんうん。されていたらしいっていうの。うん、うん、実は天地さんの部屋の前で、うん、僕のものらしい服を持ったクリーニング屋に出会ったんだ。驚いたことに天地さんから預かったその服は海水でずぶ濡れだったらしいんだ。あ、ちょっと待って、僕は草むらに倒れていた。ちょっと待って、もう一回さっきの。いや、ちょっと今ここでストップ。うん、服を見る。いや、見なくていい、大丈夫。タモリさんのように真冬の海でって何。それはわかんない、それはちょっとわかんない。今ちょっと別のこと考えてた。別のこと、なんかピンときてんの。アマチはさ、海に落ちたこと言ってなかったよね。うん、だって俺が知らないんだから。知らないから言って言ってないね。言ってないよね。なんで隠す必要がある。あ、そっ か隠し、まあでも隠してんのかな。草むらに倒れてたって言ったよね、うん、天地さんじゃないってこと。ちょっと待って、ちょっと待って繋がりそうで繋がってこないぞ。ちょっと待って、え、ちょっと待って、え、どういうことだ。ちょっと待って、アマチは草むらで倒れてたよって言ったんだよ。はい。で、何、え、俺何か大事なこと忘れてる。やおや、ここでも出現かーって。アマチと神田、アマチと神田、アマチと神田、あれ、なんか何わかんない、ちょっと進めるか、うん、
多分海に落ちていたあなたを誰かが助けて草むらまで運んだのね。その理由はわからないけど、そして倒れていたあなたを天津さんが発見した。ところで事件の方はどうなの？迷宮入りしてますよ。今日はいろいろなことが分かったんだ。早速推理してみようか。ちまりと神田正輝って神田違うんじゃない？正輝も違うのか。タモリさんが船に乗ろうとしたら、船が陸から離れて全身を伸ばして掴んだけど、最後には真冬の海に落ちたらしい。そうなんや。やべえじゃん。アマチの出現パート2。おっと、アマチ怪しいぞ。両親の恨みを晴らすとともに、綾代商事の乗っ取りを計画した神田は、綾代商事の内情を知り尽くしている。そしてついにユリさんの息子を見つけたようだ。綾代商事において絶大な発言力を持つその人物を抱き込んでしまえば、もう綾代商事は神田の思い通りだ。でもユリさんの息子って私たちと同じ年くらいよね。何もわからないうちは神田の言う通りにするでしょうけど、そのうち思い通りにはならなくなるんじゃないかしら。ユリさんの息子は孤児院を飛び出してしまっていて、身元ははっきりしないし、後継者の印さえあれば。本物の後継者は必要ない。その子を殺して自分の思い通りになるような替え玉を用意したのかもしれない。そう言いたいんだね。うん、やっぱあゆみちゃん優秀だよね。じゃあ神田が事務所へ連れてきていたというのはゆりさんの本当の子供じゃないのか。恐ろしいことだけど、その可能性は無視できないわ。だって神田はすでに何人も手にかけているんだもの。うん、なるほどなるほど。鉄鏡見せてみるか。この絵には、あ、違う違う、あー、これ見る、見せる、あ、見るだった、見せる、見せる。あ、待って、来た来た来た、シャツボタン、シャツ見せてみようよ。見覚えある？これかな、僕のシャツって。これよこれ、あなたがいつも着ていたのは。あら、ボタンが一つ取れてる。ボタン意味ある？え、これがそうかな。同じボタンだわ。あ、同じボタンだった。俺黒に見えてたけど。違ったみたい。違ったし。なんかさ、この女性にボタンをつけてもらうってやっぱちょっといいね。あー、やっぱそう？うん、やっぱいいと思う。はい、できたわよ。ねえ、着替えれば？うん、ドラゴンさんますますつながる。これさん、私の予想当たりに近づいたって。おお、そうしよっかな。あ、何もここで着替えなくてもいいでしょ。なんだよ。あ、ごめんごめん、恥ずかしがんなよ。あら、あなたってそんなところに火傷の跡があったのね。知らなかったわ。当たってた。え、火傷の跡だって、どこにあるんだ。そのままじゃ見えないわ。鏡に映してみれば。あーあー、予想当たってた俺。あずさもやっぱりかって。やっぱか。肉まんくん見るやん、見るやん。じとっと見るやん。あー、そうだね。そう、うん、いやー、誰だと思ってた。言いたくない。言いたくない。
だいぶ前にもう外れてたから言いたくなかった。何日風呂に、いや風呂には入ってるかもしれないけど、でもさ気づく、気づかん。いやだって洗う時に違和感ない、普通に。いやでも火傷でしょ、もうだいぶ昔にできた火傷だから。跡があるんだよでも、うん、跡あるってことはさ、ちょっと触り、うん、あねえ感触が、ねえ見てあげ触った感触でわかんのかな、わかんないんかな、もうわかんないもんなのかな、あ記憶喪失だからか、うん、え、おじいが、私も予想通り、そやん。いや、ちなみにあなた誰だと思ってたの。いや言ってみ、言いたくない。いや、本当に言ってみ、言ってみ。もう性別が違うから言いたくない。あれこれなんかどんどん、これなんかおかしいなって思ってたんだよね、前回から。前回かな、前回からおかしいなって、なんかなんでこれなんか男性刺してない、ずっとって。うん、うん、私女性だと思ってたんだけど、誰だと思ってたの本当に、男の子って言ってんなこれって思って。あのね、年だけで予想しちゃってたから、うん、ねえ、うん、分かるやん、だいたいその年頃の子は分かるやん。誰、あゆみちゃん、あゆみちゃんじゃない、あかねちゃん、あかねちゃん。あかねちゃん。あ、ほら、シーソーが正解だわ。そう、あかねちゃんだと思ってた。いや、僕もそうだけど、お風呂入る前にね、多分鏡見ないよ、男。男性はね、見ないね。見ないと思う。俺見ないもん。あ、見る人いるかもしれないけど、見る人もいるかもしれないけど、スー君は見ない。僕は見ないから、で、しかも、はぁ。スー君なんてもう3分で、終わるしね、終わるしね、もうシャワーとかだったらさ、そうだね、何分もかからんか、かからんね。ほら息子言うてたやん、息子言うてたんよ。息子言うてたんよ、言うてたからもう言いたくなかったんよ、もうね、ずっともう黙っときたかったの、うん、あのもう言わずに。あ、記憶喪失という記憶喪失という設定はゲーム的に自分の名前を入力させるためのギミックかと思いきや、思いきや別のギミックだったってことだね。まあかかってたんだね、いろんな、うんうんうん、ただの NPC が主人公のわけない。うるさい。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。もっとシンソンさんみたいに優しく言えよ、本当。ああ、まあ体洗うと気づくか。けどはね、そうす、うん、これだけひどいとね、そうそう、ひどかったってなるとね、あかねさん多分ミスリード要因だろうねって、焦げ跡にビビったところとか、うんうん、火がトラウマなんじゃないかと思わせるし、実際は違うけど、うんうん、引っ掛けってことだね。あ、なるほど。そう、これからの展開にドキドキだね、ドキドキだね、ほんと、うんうん、ちなみになんで僕は予想が当たった、うん、うん、そう、なんで、なんでなの、もとこさん、そう、もとこさん、手帳開こうか、人物紹介見ながらよく、この山本もとこさんが、うん、山本沢子さんの娘で、山本沢子さんっていうのが誰かっていうと、僕を引き取ってくれた人なんだよね、うん、僕を引き取ってくれてる、はい、で、そうだね、そうだったね、そう、ゆりとその家族とは面識がないんだけど、僕のことを見覚えがあるらしい、で、僕もこの人に見覚えがある、うんうん、で、年の頃は17か18、うん、で、息子でしょ、うん、で、この息子は両親を探してる、うん、あ、まあ両親亡くしてるわけじゃん、うんうん、いや本当の両親を亡くしてる息子はね、ゆり、うん、の息子はゆり、うん、が亡くなっちゃってるからで、うん、この沢子さんに引き取られて、うん、で沢子さんは実際の親のことは話してないって言ってた、うんうん、でそこから元に戻り
昔に戻ります。昔というか配信最初の方に戻ると、うん、あゆみちゃんに会った時、うん、あなたは両親を探すために探偵事務所にいるんですよって言ってた言ってたんだよ言ってたね。そうだからあれって思ったの。もしかしてそうなのかなと思って。ああ今更だけど自分の書いたメモを読み返してみ。書いてるから絶対あなた。書いてるわ。書いてるでしょ。書いてる。主人公は探してるって書いてる。両親を探すためにって。このメモはなんで私書いてたの。知らないそんなの知らんわそういやー本当だわそうって言ってたんで、だから僕はあなたにも言ってたけど証拠が出れば、うん、その証拠が出ればもう確定って言ってたじゃん、うんうん、それが火傷だったんだよ。やけどがあるって言ってたから。だからか。なるほど。だからみんな多分ねそうだったんだと思う。みんなみんな斎藤さんも違うよね。みんなだから突っ込むあのなんかそうなったら突っ込むわってみんな言ってたのはそこだと思う。なるほど、うん、すごいよみんなすごいよ本当すごい。ねえねえほらあずきっこさんも主人公を見てあれって言っててってすごいです皆さん。はい、すずちゃんに論破今週のうるさいうるさいいやまだあるから私には。何が坂の、あ坂の途中にいた男の茶色い服装の男、うん、があるからがあるからがあるから言いたかったけど今出てきたって嘘つけいや分からんよ本当かもしれんよ。いや斉藤さんは私の仲間なんだよあドラゴンさんは別アプローチから主人公がユリの子供だと思った。えすごいそれは聞きたい。これさんはのび太くん。のび太くん、うちはのび太くん。ね、これさんはねなんかねのび太くんあのあのび太くんがうちの推理なの。えのび太くん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 ってえ、なになにどういうこと。どういうことどういうことよこれさのび太くんはどういうことよ。仲間にしないでくださいってなんで失礼なやつめあ確証はやけどかやっぱ。やっぱそうなんや。じゃあ続きいくか。こんなところにやけどの跡が。昨日や今日できたものじゃない。え？そういえば。ああ、おっちょこちょいが推理って。だから主人公はのおっちょこちょいってことか。うんうん、そういうことすごい。何か思い出せそうだ。はい、これさんもすごいよ本当。まさかそんな。頭が割りそうだ。もしや僕をアマチの出現からなんだ。どうしちゃったの。そうだもう一度もとこさんに会ってみよう。アマチの出現ってなんだろう。なんかあった。あ、蘇る記憶。邪眼が邪眼がね。邪眼が。あ、ほら、もとこさんだっけ。もとこさん、もとこさん。八塚町へと駆けつけた僕を、もとこさんは驚きを持って迎えてくれた。服着てから行けよ。あれは着とるでしょう。着とると思うよ。あずそ。単純なゲームだから。うん。結構 B がなかったってそうだね。そうだね。そうだね。ついに蘇り始めた僕は目の前のこの女性に特別な記憶を持っている自分を強く感じていた。もとこさん、あなたは僕のことを知っていますね。
聞く？うん、聞こう。自分のこと？自分のこと。これあれか、フラグ立てからか。ですね。フラグを立てるところからか。じゃあ赤ん坊？違う？サワコじゃあ。大元から攻めていくか。うんうん、サワコから。ユリのことはわからんって言ってたから、サワコのこと聞いてみるか。うんうん、あ、見せる？やけど。これを見てください。僕の肩にはこんなものがあったんです。やっぱりあなたは。あ、来た。わかりました。すべて話してあげましょう。そうよ。あなたはユリさんの子供に間違いないわ。ってことは俺が正当な後継者になるんじゃない、うん、ってことやね、うん、僕の名前は知ってらっしゃるんですね。これが勇者の出現しか証しか。ああ、アマチの出現はありますよ。最初は気づかなかったけど、どこのび太くんの最大のおっちょこちょいは何だろう、気になるわ。この間あなたが帰り際に後ろを向いた時、シャツの袖からそのやけどがチラッと見えたの。その時はまさかと思ったんだけど。消えた後継者は主人公だったというわけ。ああ、なるほど。ユリのことだと思ってたのに、うんうん、実は主人公のことだったってことか。ね、消えた後継者が正当な後継者、うんうん、そうだよね、うん、これで聞くか、うんうん、自分のこと、サワコのこと、サワコさんが僕を引き取り育ててくださったんですね。あなたのことを我が子のように可愛がっていたわ。あなたも母を随分慕っていたそうね。最後まであなたのことを心配していたのよ。子立ての親ってこと。 BGM が真実ってやつ、これ。あ、そうなの。へえ。僕は母のことを何も知らずに育ったんですね。ええ、もちろんあなたはお母さんの顔を知らないはずよ。ユリさんという名前すら知らなかったようね。ユリさんが亡くなった時、あなたはまだ1歳にも満たない赤ちゃんだったんだから。あら、結構悲しい話だね、うん、あなたはお母さん、うんうん、主人公視点だから消えた、うん、けど母の愛から見れば隠した後継者なんだよ。あ、先日お邪魔した時そうだね。善蔵さんよかった。善蔵さん喜ぶんじゃない？俺です。俺俺って言ったら、あの人多分すぐ信じるよ。うん。美人か。そうだね。美人だからね。主人公確かにイケメンだもん。うん。捨て子として育てられたとおっしゃいましたね。そうよ。あなたは母の孤児院で捨て子として育てられたの。なぜ？でも母が何かを隠していると気づいたあなたは、うん、本当の両親を探すという書き置きを残して飛び出してしまったの。ちょうどあなたが中学校を卒業したすぐ後のことらしいわ。高校1年生ってことか。あなたのことを我が子のように可愛がっていたわ。あ、うん、順次釈放。まあ私確かに疑ってた時期あったから、うん、あったからね。多分私が言う出現もわかるんじゃないかな、私の予想通りなら。お、先日お邪魔した時あなたは赤ちゃん、つまり僕が捨て子として育てられたのには何か事情があったとおっしゃいましたね。うん、その事情とは一体何だったんですか。でも後継者だからか、教えてください元子さん。あら、答えてください元子さん。
何回か問いただすパターン、答えてください。あ、違うな。違う。気づいたこと聞いてみる。僕はあなたに見覚えがあるんです。本当に会ったことがないんですか。母や僕に会ったことがあるんじゃないですか。私があなたやユリさんに会ったことがないって言ったのは本当よ。話はすべて母から聞いたのよ。あ、じゃあもしかしてだったんだ。本当に。じゃあなぜ、あなたはなぜ火傷の跡を見ただけで僕だと気づいたんですか。実は先日ユリさんの弟さんがお見えになったの。あなたたちのことをよくご存知だったわ。え、カズトが。もちろんあの火事のこと。母を訪ねて3年間感動のアニメ。いや違う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 三千里ね。それ三千里。アマチの出現気になるね。終わったら話してくれますか。聞きたいね。ドラゴンさん、あ、了解です。 OK です。なるほど、気になるね。気になる。主人公が片思いの相手の、うんうん、ね、あ、そうか、そうじゃね。そうそう、仲良しだからね、俺と熊田先生。火事の原因は何だったんですか。心ない人の放火だったそうよ。これはやるせねえわ。ただでさえ苦労が絶えなかったあなたたちに罪はないのに。もう放火は殺人と一緒なんだぞ。事情を話してよ。答えてください、元子さん。いや、これな、多分聞かないと終わらないんだ。僕は絶対この人の顔を知っている。何か懐かしいような、でもそれが何なのかわからない。え、何だろう。僕は絶対この、アマチの出現、うん、なるほどですね。絶対知らんやろ。絶対知らんだろう。あなたのことを我が子のように可愛がっていたわ。このおばさんも、うん、初太で幼少期の主人公を狙ってたから覚えてた。なわけ。絶対この人。持ってどういうこと。持って、あ、まあ、あなたってことじゃない。その火傷の跡が見えた時。なんだ、どれだ、ユリのことかな。あなたはお母さんの顔を知らないはずよ。適当すぎんだろう。適当すぎんだろう。やっぱり僕は、あの、あ、そう、あ、じゃあこれをご覧なさい。母の写真よ。母の写真。そして好きな写真には、やば、初老の女性と小さな男の子が写っている。やば、そこに映ってるのはあなたよ。やっぱこれ、やっぱ、あれ、その頃の面影が残ってるわね。あ、このそうだ、人形。ああ、見覚えがある。俺もある。俺もあるね。あるってことはだよ、何か思い出した。いや、思い出しました。何、待って、あ、思い出したぞ。ばあちゃんだ。僕を育ててくれたばあちゃんだ。写真のサーコばあちゃんが目の前の元子さんにとても似ている。似ている。それで僕は元子さんの顔に見覚えがあったのか。あるだろうね、そりゃ。やはりなって嘘つけ。あ、そ、人形わかんないか。あ、人形、そうね、人形。いや、これは来たわ。僕が捨て子として育てられたその事情を教えていただけませんか。この人形、うん、この人形ある場所にあったんだよね。あるんだよ。僕が捨て子として育、まだか、まだか、男さん。まあ、さらに思い出す。違うな。あ、でもあずさん気になるよね。あずさんは気になるだろうね。人形、
ばあちゃんにそっくりだそんなそっくりだ心の底から言ってんじゃん。その火傷の跡がね。ちょっと待って、だとしたらこれ自分のこと聞いてみるか。うんうん。あなたの名前はね、うん、ご両親がつけてくださったものなの。うーそー、スプザブロもひどいよ。両親、そうだ、僕はまだ自分の父親のことを何も知らないんだ。両親と僕の父について知ってることがあるなら教えてください。父親のことを話せないってことはこの事情に関係あるの？なんだなんだなんだ。おっと、お答えてください、元子さん。僕の父も火事で亡くなったんでしょうか。なんだ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 。待って、これ、あら、タワコさんのことが消えた。もう一回火事のこと聞いてみる。なんだ。答えてください、元子さん。なんでこれ言わないの。言えない事情があるの。それは、それだけは。待ってください。僕は今日まで自分の母親のことを何も知らないままだった。それに父親のことだってどうして知っちゃいけなかったのか、なぜ捨て子として育てられたのか、その事情を知らないままなんてあんまりです。僕が正当な後継者であることはもう間違いないんだよ、うんうん、それを隠さなければならない事情って。そうね、あなたには知る権利があるわね。その事情というのはあなたのお父さんのことなの。父親か。あで、おとんも策略に。おしゃべりな男の子は嫌いよそう、シンジ君がね訴えてるのにさ、聞いてやれよ。手を取って少し握らせるんだ。何を、賄賂そういうこと。多分この後人形出てきて推理しそうだから楽しみにする。あ、ぜひぜひ。遠山高雄、これがお父さんの名前よ。とても男らしい方で、ゆりさんとは評判の仲のいいご夫婦だったそうよ。はいはい。やがてあなたが生まれ、誰もがあなたたちの幸せな未来を信じて疑わなかったそうなの。でもそんなある日。ある日？火事で？違うよね。高尾さんは柄の悪い連中に人が乱暴されているところを見てしまったの。おう。止めに入った高尾さんに相手はナイフを持ち出して向かってきたらしいの。でもそのナイフで高尾さんは逆に相手の一人を誤って殺してしまったの。そんな。でもそれって正当防衛にならない、過剰なことなのかな。過剰防衛、必ず正当防衛が認められる、みんなそう思ってたの。でも殺してしまった男というのがこの町の有力者の一人息子だったらしいの。そのせいか高尾さんは刑務所に入れられてしまったわ。じゃあ父さんは今も。お気の毒に、高尾さんはとうとう刑務所から出られないまま亡くなってしまったの。不幸すぎ。不幸すぎる。そんな、この一家不幸すぎんマジで。でももっと気の毒だったのはゆりさんだったかもしれない。なんで。殺人者の妻ということで、それは苦労されたそうよ、うん、おまけに死んだ男の仲間の嫌がらせが始まったの。 あの火事もその連中の仕業だったそうよ。へえ、なるほど。
ユリさんも一時は起き上がれるまで回復されたのだけど、それまでの無理がたたってか、2、3日後には容体が急変して、駆けつけた母にユリさんはあなたを頼むと一言告げると、静かに息を引き取られたそうよ。だから隠したかったのか、息子子供にまでその嫌な思いをさせたくなかったってこと。分かったでしょ。いやむごいよ、ちょっと人殺しの、まあ、正当防衛かもしれないけど、人を殺した親の子供として生きてほしくなかったってことかな。あなたの将来を案じながら亡くなられたご両親に、私の母がしてあげたかったことは、あなたから殺人者の息子という過去を消し去ることだったの。なるほど。捨てられていたあなたに添えられていた手紙に書かれていたのが今のあなたの名前だなんて、嘘までついてね。つぶざぶ。マジか。もっといい名前をつけてほしかった。台無し、台無しだよ。ああ、名前つけるときに新総さんに本当にそれでいいんですかって言われた意味が分かった気がするわ。本当に台無しだわ。これじゃダメだったよ。ブザブロかわいそすぎるやろ。ブザブロ。名前までかわいそ。名前がさ、もうさ、名前が台無しにしてんだよ、ね。うわマジか。マジよ、ドラクエ5のトレーナミにね、こうすぎる。ドラクエ5の主人公幼少期奴隷だからね。あーまあネタバレだから、そっか。そうだよね。ってことある。立派になって一目母に見せてやりたかった。いやほら俺でもほら、親がつけた名前だから。これサワ子はあなたに本当のことを話すべきかと迷っていたわ。本当のことを話してくださってありがとうございました。僕は父を誇りに思います。母から聞いたわ、あなたは小さい頃から正義感の強い子だったって。そういうところがお父さんにそっくりだって嬉しそうに話してくれたのよ。なるほど。僕が父に。父ちゃんイケメンだわね。うん、そうだね、うん、うん。せめて雪の風、それ武器屋の人武器屋の NPC じゃん、雪の風、うん、この怒涛の真実が元子さんの口からって読むんだ。淡々じゃない気がする。なんだろう、うんうんうん、あ要はね、話してもらえて、これさ、元子さんのことキャラもまたのんびりしてるからいいんだよね。ゆりさんはご両親の反対を押し切って高尾さんと一緒になられたらしいわね。あの事件の時だって、これ以上迷惑はかけられないとお家には連絡されなかったということよ。なんだって。私も最初、うん、名前決めるとき止めるか迷いました。嘘って。最初いなかったじゃん。最初いなかったじゃん。嘘って。近所のおばちゃんなんか聞いてなくてもベラベラ喋る。それはわかる。それはすごくわかる。ほらドラゴンさんにも見抜かれてるよ。ほらほら。両親だけじゃなくてカズト以外血縁軒並みなくなってるの辛いよね。ドラテンのも古傷が初プレイの時飲みながらやってたので、うかつにもボロボロ泣きました。ああ余計来ちゃうね。これは来ちゃうね。確かにこれ来るわ。あ、泣けることがどんどんなくなってってる。立派になって。あそう、自分のことは大丈夫なのか。明らかに放火だったらしいけど、死んだ男の父親からの圧力でうやむやになってしまったそうなの。へえー、そんな。地元の新聞も
あの火事のことを取り上げなかったそうだわ。ひどい話ね。お金の。なのに高尾さんの事件のことは、ね、一方的な記事ばかりが新聞に載ってしまったそうよ。あ、だからなおさらか。少なくとも菊さんとは仲良くできたはずなのに、神田はね、うん、いまだにパドレおじさんと言ってしまう自分。あ、パドレはもう永遠の、うん、あ、でもね、そうだね、パドレはね、いいのね、大好き。いいよ、私もね、パドレは大好き。大好き。だってあなたなんだっけ、一時期私の旦那さんって言ってたわ。もう特にないと思うわ。そうそう、一つ思い出したことがあったわ。あなたは男の子なのに、いつも人形で遊んでいたそうね。ここでか、ここでヒントが来るんだ、うん、ファミール様も、ああ、ね、そうだね、思い出しちゃったもんね。ああ、はいはいはい、そういえばファミール様は信者だったわ。そう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 、ファミール様は信者だよ。それを今思い出した。スプラブロ、やった、じゃあ俺後継者じゃん、資産家にレベルアップ、やばいっしょ、金持ち、ゆーなわけあるかい。軽いんだよ、軽いんだよ、久々に聞いた。もうパドレ本当今一番好きだから、うん、まあそうだね、今の今一番好き、好きだよね、あなたね。バージョン5、バージョン6でもしかしたら変わるかもしれない。あ、そうだね、あなたは変わるかもしれないね。え、とこんな重い話が、事実だけをさ組み上げていくと、とりあえず線はつながっていくんだけど、うんうん、事情までは分かんないからさ、分かんない、うん、話してくれなきゃ。人形のこと聞けるよ。これね、立派な日本人形で、ゆりさんが大切にしていたものだったそうよ。いいね。いいね、いいね。気づいたんじゃない？気づいたんじゃない？これ。あれ？これは？立派にな。あれ？いつもないね。母が。あ、来た来た。人形。よほどゆりさんにとって大切だったらしく、火事の時持ち出したのもその人形だけだったらしいわ。なんかあるか、やっぱありそうだね。うん、パドレの声はノリスケ、うんうん、松本さんよかったよねって、マローネさんがいれば俺はそれでいい、好きだったもんね。マンナモさん、マローネおばさん。え、好きだったっけ。好きだった、マローネ、あの麗しいって言ってたから。言ってたっけ。この人いっぱいいるからちょっとわかんないんだよね。5はクオード推しなんだ。バージョン 5？ ってバージョン5かな。クオード、ほう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 、日本人形は髪の毛。わかるわかるよ。そうだね、あなたも苦手だもんね。私も人形がそもそも苦手なんだよね、あの人型の。そうだね、うんうんうん、あのこけしもダメ。こけこけしも、こけしもダメ、こけしもダメ、こけしもダメだな、多分怖い。うん、写真、写真か、人形のことじゃない、まだ聞けるかな。その人形はゆりさんにとってよほど、ね、うん、そこに写ってるのはあなた。あ、違う、なんだ。ああ、奥さんもレベルアップしないかなって。私は日々レベルアップしてるよね。え、もう日々私に逆らえなくなってんじゃん。え？どういうこと？あなたは孤児院を飛び出した時も人形だけは忘れなかったそうね。今でも思ってるんでしょ？ちょっとごめんね。ちょっと一旦止めるね。大事なことだからこれ。なんで？なんで？うずらんさんは日々レベルアップしてるかな？強いんだって、嫁は。嫁は強いね。嫁は強い。いや、実際嫁さん、奥さんが強い方がいいですよ。あの家庭はうまくいく。そうだね、うん、これね、あの違うの違うの、共済化とかそういうことじゃなくて、
じゃなくてね、すずちょっと黙っててってなんだよこれ違うの違うの、あの僕が尻に敷かれてるとかそういうことじゃなくて、やっぱね家庭を回してるとか家を回してるのは女性だと思うんですよ僕。はい、そう思います。ああ、まあそれが苦手な女性もいるけど、うん、そうそうだね、うん、うちに限って言うと奥さんが間違いなくうちのあのスプリング家を回してるから。回してる、そう、回してるからやっぱり現場監督に従うべきなんですよ作業員はじゃないとね、めちゃくちゃになっちゃうから。そうよね。そうそう。でも現場監督であるけど、僕は作業員であるけどオーナーでもあるから、うん、舵取りは僕がしますよもちろんでも日々のあの業務の管理はやっぱ現場監督がしてくれてるから僕はそれに従うっていうだけの話、うん、これ尻に敷かれてるとかじゃなくて、うん、っていうか失礼なチャットが多いあずさんはほらこう言ってくれてんのにでも私思うよ、嫁が強いのはね、うん、強いなと思うんだけど、うん、あの家具屋さんで働いてた時、うん、その時もさ、やっぱ最初強いんだよ奥さんが、うん、ね、うん、ご夫婦で来られるじゃん家具を買いに、うん、奥さんが最初権限を握ってんだけど、うん、買うか買わないかの選択肢になったら突然旦那さんに譲るの。そうだね、責任を持ちたくないからでしょ、ね、なのかな絶対そうだ。大体の奥さんが旦那さんにでもなーって、私じゃちょっと決めれないからって言って、それは嘘だ、それは嘘だわ。そんな時ばっかり旦那さんに譲るんだよ。あなたもでしょ。私もなの。あれはなんでなのか分かんないんだけど、でもさ結局2パターンあるよね。うんうん、止めてほしい時はさ、うん、譲らないじゃん。譲らない、絶対譲らない。その例えば何か買いますってなった時に本当は買いたくないんだけど、うん、断りたいなって思ってる時って、うん、私じゃなとかって言わないじゃん。いや、うん、いいですって絶対言うじゃん、うんうん、買ってもいいけど私が買いたいって言っちゃうとちょっと嫌だな、あ、言わせようかなって思った時に譲るんですよそう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 、なんだよそれあ、大塚、あ、あそこではない、あそこではないね、あの大手のところではない、うんうん、ん？もう崖の途中のモブは画面にすら出てこないよまだわかんないじゃん。ただね、この出現に言えるようになったのは、うん、おう、なんだろう、それをね、一回でも演出取れればあなたも言ったでしょできるかな。ことづちね。あ、ことづち。現実じゃないの。ことす、こと実？現実？人質ってことでしょこれ。ことづち。ことづちって読むの。うん、あ、ことづちって読むんだ、うん。そうそう。いやでもそうだよ。あ、この出現に、あ、最初こじつけから始まったんだドラゴンさん。こじつけ。ははははこじつけから始まってここにたどり着いたってことか。あーねー、斉藤さんの我が家は私が回しております。ほう、あ、それでも別に全然、ね、おうおう、現地だどっちとも違う現地だって。嘘、ずっとことづちで生きてきた。現地だってほら、やだー、そう、恥ずかしい、はず、やだ、俺より恥ずかしい、あなたの。なんでこういう場でねえ、俺より恥ずかしいからね。俺だって、あ、そうなんだ、あなた教えてる立場だったからね俺に。いや私それことづちだよ、現地ですいや漫画に出てくるからよく、あの書きじゃん、あなた全部ことづちって読んでた一つ賢くなりましたねってムカつくすいません一人暮らしでしたあ、そうか、斉藤さん一人暮らしか。あ、でも一人暮らしだったら間違いじゃない、間違いじゃないよね、自分が回してるのは、うん、儲け儲け、そうそう、ね、聞くは一瞬の恥、知らぬは一生の恥だからね。なるほどね、聞いてけ聞いてけ。だいぶ恥ずかしいよ。でも恥ずかしいけど
最終決定を下託すのはあなたが決めてとしつつ、あなたが決めたんです。なるほど、おエリーさん、なるほど、なるほど。でもその 99% 99.999% は自分で決めてるんでしょ。そうそう、そうで、その流れに持っていった挙句、うん、あとはあなたがハンコを押すだけよっていう状態するんでしょ。そうそうそう、悪いわ。褒めても怒られるぜ。褒めてなくない？褒めてくれてんだよ、ありがとうは。いや、なんか言いたくない。ありがとう言いなさいよ。いや、ごめん、言いたくない。じゃあ妻に代わって、あの、僕がありがとうございます。それは違うじゃん、もうそれはもう。やりとり、や、読み方のやりとり聞きながら酒も入っていることもあって一人もう忘れたでしょ、読み方忘れたでしょ、なんて読むでしょ、現地でしょ、そう、そう。いや、これは覚える。こんだけ、そう、こんだけ恥ずかしい思いしたからもう覚えるよ、これは。現地、うん、いいよ、恥ずかしいと覚えるね、こういう時ね。あ、でもね、間違って覚えてるってことは一個ネタができるから。ネタにしないで。何でもネタだよ。だってさ、俺、あ、なんだろう、例えば俺が子供の頃ポップコーンをコーンポップって言ってたっていうのもさ、何それ。俺がちゃんとポップコーンって覚えてたらこの話生まれないんだ。え、ちょっと私も挽回したいんだけど。あのさ、友達のさ、うん、友達っていう感じのさ、うん、8、はい、8あるじゃん、うん、あれさ、このちょっとほら幸せみたいな字あるじゃん。ありますね、あれね、一本線多いからね。だから何。いやいや、あれあれは間違えて覚えてる人多いんだって。だから何。だから何よ、今教えたんだよ。だからなんだよ。ダチね、あの、友達のダチ。全然関係ねえよ。いや、私だって漢字知ってるよってとこをね。いや、あなた漢字結構詳しい。私漢字意外と読めるんだけどね。斉藤さん伝わらんし。ほらほら、伝わってない、伝わってない、ほら、伝わってない。え、ちょっと何言ってるかわからないです。え、本当に？ AI スピーカーに悩み相談してる松本伊代さんと同じぐらいヤバいっしょ。やばい。それアレクサじゃないよって、ただのスピーカーだよ。待って、下の線が2本って言われてんだけど。ちょっと待ってよ。あ、ま、マジで？ちょっとマジで？あ、今確認作業中ですね。羨ましいですか？マジだよ。私でもこれ先生から先生から習ったんだけどな、これ間違いやすいからちゃんと覚えといてねって、小学生の時。間違いパート2じゃん。涙出てきた。泣きそうじゃん。あなた涙出てきたよ。ないよないよ別に。はい、これハンカチ足を晒してる。私漢字そんな苦手じゃない。皆さんあれですよ、スズランさんすごい漢字得意ですからね。いや、やめろよ、もう信用されないよ。いや、だってほらテレビのさ漢字とか、ほら、よく言うネプリーグとかあるじゃん、漢字の読みとかさ、書きとかさ、うん、あれあなた得意じゃん。得意得意だけど。なんで泣いてんのよ。得意だけどさ、みんな信用してないじゃん。別人いいじゃん。別にそこいいじゃん。右張るとこじゃないじゃん別。あ、おもろ、腹痛えわ。合ってますよ、さっきの説明で。食べてよかった、ありがとう。コンさんありがとうね。ありがとう。ピーコンさんね、ありがとう、ありがとう。あ、面白い。そうそう、エリンさん、そう、幸せより一歩多いよってこと、それが痛かったんだって。なんかそれが分かりやすいね。あー面白い。
あー面白い。ちょっと待って、俺も涙拭くわ。笑いすぎた。おもろ。でもね、皆さん、あれですよ。僕ら夫婦、配信外でもこんな感じですからね。大体。こんな感じ。だってテンション下がってんのよ。テンション下がんなよ。あ、おもろ。進めよっか。進めよっか。笑った、笑った。ゆりさんが息を引き取られるとき、人形をあなたにって何度も何度もおっしゃったそうよ。さっきの写真にも写ってるはずよ。あ、写ってたね、写真。何の話だったっけ。ほんとごめんね、真相さん。ここに写っているのが、ほんとすっごいシリアスシーンなのに、大切にしていたという日本人形なんだ。あ、ホレイさんのコメ流れた。どれ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 だ、ホレイさん。あ、買ったものが失敗、買ったものが失敗したら後でブツブツ文句言う男が多いから。あー、なるほど、なるほど。お前なんでこんなの買った。あれじゃん、あなたが買う健康器具じゃん。もうやめろ。もうやめろ。あ、じゃあやめとこうか。男さん、本当にありがとうございました。あ、でも今のあなた主人公と多分一緒の気持ちで、ま、主人公泣いてるから。いつでもいらっしゃいね、うん、もっと主人公に共感しろよって。あ、来た来た。あ、タマーさん、こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。ゆりさんがあなたのお母さんだったなんて、らしいよ。皮肉な話ね。マーさん、ゆりさん僕のお母さんだったらしいよ。すごい。神田、僕を罠にはめるために善蔵さんに紹介したんだ。くそ。なるほど。今日はもう追い打ちやめてあげて。いいよいいよ。あと少しだ。僕は全ての記憶を取り戻すに違いない。なるほど。ねえ、あなたの大切な人形はどこに行ってしまったのかしら。あ、アズさん、アズさん、わかる。あるよ、あるよ、アズさん、あるよ。よく見て、よく見て、人形あるよ。で、マッサン間に合ってよかったね、った最後に、最後までに間に合ってよかった。よかった、見つかったみたい。見つかったみたい。でもさ、これは確かに違和感あったよ。あるよ、これ。テディベアとさ、うん、隣に、ねえ、ねえ、テディベア、そうだよ。だってさ、ラジカセとかさ、ね、ここビデオテープでしょ、うん、ある中でこれだよ、うん。隣にあったクマも怪しい。クマも、クマも包丁マイクだってね、これ第一章からずっと最初からあったよね。そう、なんとなく気にはなってた。 なんだろうこれ、おかしい組み合わせって、うん、違和感、ね、違和感だなって。そうそうそう。いや、まだね、事件は解決してない。これだ、ばあちゃんの写真に写っていたのは、母さんが大切にしていた人形というのはこれのことだったんだ。え、これがそうだったの、知らなかったわ。こういうのって背景もさ、ね、あるっていうことだよね、うん、健康器具効かなかったことにします。そうだね、またの機会にね、またの機会、またのなんかタイミングがあればね。 Twitter 紹介で見れないのって。ツイッター？私の？すずさんのツイッター紹介で？ああ、帽子？かぶってるってこと？いや、かぶってないと思うよ。あ、ほら、人形が。ああ。見えないね。そういうことか。これはちょっと。ああ。本当じゃん。見えない。本当じゃん。見えないじゃん。俺らのとこ見えてんだけどさ。確かに見えてないじゃん。だわ、これはいかんわ。こういうことだわ、こういうこと。
かぶっとるもん。かぶっとるんか。ずっとこの状態だったもしかして。多分ずっとこれだわ。これは見えんわ。これは見えんわ。そらわからんわ。これ消しとこう。これ消しとくか。消しとこう。あな、これはわからんわ。みんなごめん。でも消しとくか。これはわからんわ、うんうん、まだまだこれからやでって。マジで次はね、たくさん届く宅急便の謎だよ。そうか、あーなるほど、次はそれか。原作ドット絵でもクマと並んで置いてあったって。へえ。いや、これはそうか。これ言ってくれんとわからんかった。お母さんが大切にしていたのに、わかった。これのことだったんだ。俺らの画面ではさ、この枠とかないからさ。うんうんうん。飾りがないからさ。人形取ろう取ろう。わあ、やっぱなんか可愛いんだよね。アヒルだ。僕のものに間違いない。どこ？アヒルあるよ。アヒルあるよ。こうして手に取ると。子供の頃のことが目に浮かんでくる。クマさんはあゆみちゃんの私物かなって。よかった。ぽいね。ぽいね。やっとすべての記憶が戻ったのね。今のホラーだったんじゃない？ホラーだ。キクテさん押しちゃうんじゃない？いろいろと協力してくれて。怖いよ。ありがとう。それにしてもあなたのすべての記憶を取り戻すきっかけがお母さんの形見の人形だなんて。ピヨコがいい。エリさんが。ピヨコはあげよう。エリさんに。ピヨコはエリさんにあげよう。後継者がスーハタ氏だったということが分かりましたって。うん、そう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 。そうなのそうなの。ね、落とさないか心配だね、主人公。確かに。ね。最初より髪伸びてるとか言わない。エリさんがそこまで人形を大切にしていたのには。怖いこと言わない。何か理由があるんじゃないかしら。あ、まだ大丈夫。まだ高評価をしてくれてる。よかった。僕もそう思うんだ。もしかしたら。そう、これが後継者の印なのかもしれない。後継者の印。そう。そうそう。これを見て、母さんが大切にしていた人形というのはこれのことだったんだ。あれ？人形取ったよね。人形はもう僕の手の中にある。これで綾代家の財産も俺のものになる。そういえばこの人形ずいぶん軽かったんだ。小さい頃の僕でも簡単に持てるくらい。中が空洞ってこと？中に何か入ってるってこと？そういえばちょっと待ってよ、なんか推理してみる？母さんが大切にしていた日本人形、それが後継者の印なのだろうか。ん？ま、これで取るのかな？人形はもう僕の手。あ、なんだ？見る？あ、来た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 。何かあるんだ。何あるんじゃない？なんか、いや、うん、いや、空洞なんじゃないの？脱がさなきゃ。ほらほらほら、空洞って脱がさなきゃって。それで軽かったのか。これ脱がして何か出てきたらどうする？中は空洞になってるようだ。なんだ、それで軽かったんだな。中になんか入ってないの？いや、なんだろう。でも、これが後継者の印？普通の人形のようだけど、まあ、だいたいさ、こういう時分解するよね。振ってみるとかすかに音がする。ほら、メモかなんか。本当だわ。どうしてかしら。入ってんの？入ってんじゃない。うん、中で何かが動いているのかも。何？軽いんでしょ。軽い。紙なんか。よし、思い切って中を見てみよう。そんなことをして大丈夫なの？元通りにできなくなっても知らないわよ。ここで手鏡だ。
お守り、お守り袋、お守り、しかも怪しの家の家紋が書かれてる。こんなものが入っていたのか、これが知らなかった。後継者の印か、証、印、お守りでしょ。ずっと探してた。お守り袋の中には古めかしい小さな紙と丁寧に折りたたまれた紙切れが入っていた。なんて手紙だ。ちょっと待って、こっちの紙は何かしら。何何、何何、なんて書かれてやんの。あなたがこれを見つける時がいつか必ずやってくると母さんは思っていました。今すぐこれを持って明神村の綾城という家を訪ねてみなさい。その家には菊という名前のあなたのおばあちゃんがいます。きっとあなたの力になってくれるわ。そこには今までと全く違ったあなたの人生が待っているの。それがあなたにとって幸せなことなのかどうか母さんにはわからない。でもこれはあなたの運命なの。だけどあなたの一度きりの人生は自分自身で決めなさい。なるほど、なるほど。怪しろけに行くか行かないか。もう長くないでしょう。あなたと一緒にいてあげられない母さんを許してちょうだい。そんな母さんがあなたに残してあげられるたった一つのものです。母より。重いね。重ね。ゆりさんも喋ったね。ゆりさんも喋った。あきらはあきらはな、あきらは母さんが息を引き取る前、最後の力で僕に当てて書き残してくれたんだ。母さん。ここから第2章、海猫の鳴くコロニーが始まるんだね。そうだね、キクさんも自分の孫に会いたかったろうにね。あなたのお母さんはあなたのことを何よりも大切に思っていたのね。結局神田はそれを利用したってこと。もう一度手紙を読もうかな。もう一度、もう一度、あ、いやいや、もういいです、いいです、重い、重いから。しまい、うわ、そんな目指す。うん、そうか、わかったぞ。後継者の印は多分怪しろ家の中にあるんだ。そしてなるほど、それが隠されている場所に入るにはこの鍵が必要なんだ。あ、なるほどなるほど。その場所というのは あそこしかない。そこだね。あそこだね。あそこだ。あそこだ。どこですか。銅像。正解。これを利用したなら罪重いよ。重い、重い、めっちゃ重いと思う。ロト6は入ってません。お母さんが僕に残してくれたの。それはきっとロト6じゃありません。この屋敷の中にあるはずだ。おそらくこの鍵で入ることができる。あの場所に。どこ、何、謎解き始まる感じ。どうだろう、わかんない。謎解き始まるかもしれない。前蔵さん、あ、どうされました。ささ、とりあえず中へ。タイトル回収されてる。泳がされてる。ねえ、のび太くんちょこちょいだからね。調査の状況はいかがでしょうか。本当に神田様が、あの前蔵さんに教えてあげて、自分が息子だよって。まだ本人に会うことができていなくて、それよりも今すぐ確かめたいことがあるんです。さっきタイトルコールなんかあった。あ、これ第11章なんて書いてあった。第11章なんて書いてあった。あ
ね。見てないね。見てない見てない。第11章でしょこれ。なんて書いてあった。え、なになに、何が出てくるの。怖いな怖いな。あ、消えた後継者。おー、消えた後継者。あ、なるほど。もう終盤じゃん。これで終わりじゃない。そしたら、うわわわ、はい、サブタイトル。何でございましょう。最終じゃん。何なりとお申し付けください。わあ、来た来た。うんうん、あ、初めから痛かったね、マーさんね。あ、そうだね。もう大興奮だったよ多分。私にはちょっと分かりかねますが。よみがえりし後継者第12章。佳境佳境。お守りあったよ、お守り。やはり何のことやら。マジでマジで。それが何なのかが分かったんです。ああ、そうそうそう、分かったんです。今斉藤さんさ、メッセージ撤回したけどさ、うん、消えたロトって書いてあった。見たよ、シックス。消えたロトシックス。若返りしきくって。いや、ゆりさんが屋敷を出るとき、キクさんから受け取ったもの、それがお守り袋だったんです。いや、でも母さんが、いや、ゆりさんが言い直したから隠してる、まだ。なんと、お守り袋を。では、そのお守り袋が後継者の印だと。違うんです。後継者の印は屋敷の中にあるはずです。えぇ、ー、わざとだったらどうする。わざと、わざと。いや、全然ないけど。菊様がゆり様に託されたお守り袋は後継者の印ではなく屋敷の中にあるとはどういうことなんでしょう。特にありませんが。見せる手鏡。はて、この絵にはどんな、うん、あれ、いや、鍵。後継者の印はこの鍵で開けることのできるとある場所にきっとあります。私にはちょっと分かりかねますが、その鍵は一体。ハナトースの金曜日撤回見られてる。あ、いや、じゃあ斉藤さんのね。そうそうそう、一流の執事なら憲法ぐらい使うだろうし、その日があれば赤波、赤波天正剣ぐらい打てるだろう。これはワンチャンあるかもしれない、坂の途中の人。よかった、これさ、これさ、覚えててくれて嬉しいよ。こんな話していいのか。怖いよ怖いよ。これここで順次が穴子くんに、どうしてよどうしてよ。いや、ゆりさんが持っていたお守り袋の中にこれが入っていたんです。聴覚したのかもしれない。え、そうだよ、長年住み込んでるからね。ということは、お守り袋を手に入れられたわけですな。つまりゆり様のお子様を見つけられたと。おっと、でも、うん、詳しい事情は後で説明します。なんで隠してんだろう。今は後継者の印が本当にあるのかを確かめましょう。あ、はい。しかし、その鍵はどの扉のものなんでしょう。後継者の印はどこに。刺して。その場所というのは、あそこの中にあるんです。これ、穴埋めか。でもこれは簡単じゃんか。これ簡単だよ。これ土蔵だよ。あそこ奥に扉があったもん。銅像、あった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 、銅像。うん、手鏡詳しく見ることができましたが、十二支の方向を。それは銅像の奥の扉の鍵なんですか。後継者の印はそこにあると。きっとそうです。早速銅像を開けてもらえますか。あ、そうか、マーさん手鏡あれか。分かりました。参りましょう。あ、あのメモも見てなくない。見てない見てない。あ、マーさん、ちょっと待って。なんかこれで見れたっけ。
あ、見れないだっけこれで。見れないの。あ、見れないのかこれで。後で見れるかもね。あ、来た。どうぞ。ついにこの扉を開ける時が来た。この扉の向こうには土蔵に、どうぞ。怪しい家の後継者の印が眠っているに違いない。なんか今の感じにぴったりだわ。そうだね。お、あ、来た。これで見るで、あー、目も見れないのか。見れないのか。手鏡これだよ、マーサ。手鏡それで、どういう意味があるんだろう。メモを読もうか。うん、メモが、あ、書こうか、コメント欄に。それがいい。コメント欄に今から書くね。馬進み、馬進み、うさぎ進みて、うさぎ進みて、鳥開く、鳥ひ開く、はい、鳥が、ちょっと待ってね、これか、鳥開く、はい、万字の中の、万字の中の、万字の中の、印望まん、印望まん、はい、このこれだね、これ固定しとこうか、ね、うんうん、うん、このメッセージ固定が、なんだっけ、どっからで、菊のタバコ入れの中から出てきたメモメモに、書かれていたことですね。そして開けるか。この鍵で錠前を外せば簡単に開くはずだ。どうする、これで合ってなかったら、あれってなったら。この鍵で開くはずだ。あれ、取る、あ、錠前を取るのか。鍵を取り出し錠前に差し込むと、混んでるね、うん、手がね、手が混んでる。思った通り、この扉の鍵だったんだ。いや、これ怖いよね。私はここで待っております。くれぐれも気をつけてくださいませ。一人で行かせんなって、怖いって。懐中電灯を用意しておりますのでお持ちください。なんで一緒に行かないの。ありがとうございます。一緒に行こうって、怖えって。開ける。善蔵さん、じゃあそこで待っていてください。ルフィ退場せよ。謎を秘めた何それ。この扉が、え、俺じゃん、学園じゃん、まさに開こうとしている。学園、そんなセリフあったっけ。おるおる、学園で、ダメだよね、これさんね、一人で行っちゃね。うわー、怖いね。うん、と来たよ、ホラーゲーご定番、懐中電灯。真っ暗で何も見えない。あずさんはね、そう、学園すげー楽しんでたからね。あ、土蔵内の操作、 A ボタンでコマンドメニュー表示、 B ボタンでコマンドメニュー非表示。それ移動はコマンドメニューを非表示の状態で行います。スティック上下で前進交代、左右で振りか、うんうん、ってこと。ん、真っ暗で何も見えない。懐中電灯、のということ。以上で。ああ。これどういうこと、どういうこと。これ真っ暗の状態なんだ。真っ暗で何も見えない。懐中電灯は、懐中電灯。どうやって貼り付けんの。これどうやって明かりつけるの？一回出る、一回出る。一回外に出る。どうされました？え？え？どういうこと？じゃあ、行ってきます。はい、ちょっと、どうかお気をつけて。ここが。
鏡の説明通り進むということですかね。あ、なるほど。アマチの出現、ここで言っても大丈夫？ぜひぜひ。うん、ぜひぜひ。iPhone のライトないのって。え、ないの？土蔵内のソフトやつ。うそー、ひとまず思い出してみ。思い出す。あ、そうだ。やだ。やだ。そんなの思い出すまでもないだろう、お前。あ、来た来た来た。だったれ。本当うっかりさん。ああ、なるほどなるほど。これ今進んでるけどいいの進んで。わかんない。え、なに、ちょ、鏡どうした？ね、鏡は？いや、鏡どころの話じゃないでしょ、だって。なこれ、だって戻ってきてしまった。あ、戻ってきたね、オッケー。ここでしょ？え、なんかコマンドを出さんの。あ、さっき髪切れだよ。汚いよ。うますすみ。ほら、うさぎす。方角じゃないの。方角。でも、鏡見れないよ、もう。今。何かさ、あるんじゃないの？何か探索するんだよね、多分。あらら、待って、これはやばい。何かあるんじゃないの？その印みたいなものがさ、アマチが、お守り発言がその出現だって。お守り発言あったっけ？あった？お守り発言あった？アマチに？待って、これ言おうかな、みんな。のびちゃん、あ、あった、馬。絵が描かれている。壁に描かれている絵が馬。おい、馬すすみ。壁に絵が描かれている。馬が、じゃあ何見てる方に、うん、あ、見れた。もしやこの手鏡にはこの中の地形が描かれているのでは。すごい静かになるやつ。わかんない。ダンジョン系だね。わかんないわ、こんな。え、アマチ、お守りが証だって言ってた？言ってたの？いつ言って、言ってたとしたらいつ言ってたの？の。いつ言ってたんだろう。ああ。なんかあった気がする。言ってた、うなされてたよ、お守りがどうとかって言いながらうなされてたよ、それ。本当でも最初の方じゃない？そう、一番最初。わー、よし、この手鏡を見ながら進んでみよう。斉藤さん知らないじゃん。いや、わかんないよ、アーカイブ見てくれてるかもしれないし。斉藤さんは知らないよ絶対。待って、どういうこと？馬進み、うさぎ進みで取り開く、万字の中の印の図案。主人公がお守り大事だって言ってた。馬進み、うさぎ進み。言葉の意味がもうすぐ分かるはずだ。もうすぐ分かるはずだ。じゃあこの壁をワンパンで壊せってことでしょ。そうなんだ。おや、この壁動いたよ。少し動いたよ。ちょっと待って。誰だ、ワンパン。誰、ワンパンで。ワンパン、あー、ほら、マンダムさん、ワンパンで壊れないって。おじいだ。何なの、それを言ったのか、もうおじいっていうのがちょっと。やっぱり、少し動いたような。やっぱり、横にスライド？進めないよ。馬進みだよ。壁に絵が描かれ、やっぱり少し動いて。壁に描かれている絵が。うん？壁に描かれている絵が。馬進み。この言葉の意味がもうすぐ。全然わからんす。馬進み。壁に絵が。やっぱり少し
動いたような。動かすことに意味があるのもしかして。あ、ウサギあった。壁に絵が描かれてる。ウサギ、ウサギ。わかった。やっぱり少し。どういうこと？えっちっち。えっちっち。え、今、もう一回。壁に絵が。ウサギ進んで。やっぱり少し動く。ネズミがなんだっけ。ネズミ、いやいや、鳥開く。鳥どこだ。鳥、あった。壁に絵がかかる。あ、開いた。壁が開いた。よし、入ってみよう。さ、私たち分かってなくない。分かってない。壁の奥にこんな部屋が。ノーシント。ノーシントで。え、これさ、要は馬の壁を押して、うん。鶏の絵を押して、鶏。あ、違う違う違う。馬の馬とウサギは押して、うん。ネズミは触らずに。鶏を押すと開くよってことだったの。要は少し動いたようなって言ってたから、あれがスイッチみたいなものってことだったのかな。この2つを押して、あ、ほら押した。そうだ。あ、肉まさん、ありがとう。ありがとう。あれ、やだ、開いたじゃない。やだ。出るぞって。ダンジョン攻略タイム8分、普通ですね。おこれか、これか。見てみる。部屋の隅に神棚が祀ってある。あ、じゃあちょっと待って、もうそろそろクライマックスだよね、俺。ちこだよね。ちょっとだけ離席していい？どうぞ。はい、すいません、お待たせしました。ちょっとね、よし、落ち着いた。ちょっとコメント読みますね。うんうん。部屋の位置が万字になってたのかな。あ、どうなんだろう。そこまで見分かんなかったね。てか、空間把握能力がさ、乏しいからさ、どうなってたんだろう。アマチはその価値を知ってたんじゃないかって。だってそこから推理したら、あーってなった。あー、来てます、来てます、敵が来てます。ここは中心の四角形部分、
あ、なるほど。じゃあ卍のところがここなんだ。卍の中が。はい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 。ひし形の。そう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 。このあと気になるね。お守りの場所を思い出してくれたら。あー、なるほど。40分？あー、その前、あ、本格的高校音痴の人の配信見たときは40分迷ってました。え、じゃあ俺普通か。本当だね、意外と、ね、でも適当に言ったでしょ。適当言った、超適当に言った。あー、そうだね、超適当に言った、まあ、最悪、うん、左回りでずっと行けば、そういう感じ、うん、いいかなと思って。へー、走って置いて、あ、おい、俺多分ちょっと意地悪しちゃうかも。なんで？俺たまにあなたにほら意地悪するじゃん。たまに置いていくじゃん、あなたに。そうだよね。は、うん、あー、なるほどね。アマゾンのセールで何か買いましたか？あ、アマゾンは買ってない。楽天は結構買った。セール？マジで？知らないけど。そうだよ。知らないもんね。何それ、そうだよねって。でもさ、至る所にさ小包があるのは知ってるでしょ。知ってますね。そうだね。ああ、そうよね。あえてね、何も言われないからもう答えない。聞いた、そうよねで片付けられたんだけど俺。知ってた、うん、知ってた、そうよね。答えになってね。主人公の正体は確かにそこで考えられますねって。ああ、なるほどね。出現、いや出現しました。やばいやばい。取る、取るものがなさそうだか。取るものがなさそう。また無申告ですか、奥様って。そうなのよ、そうなのよ。でもさ、小包みがさ、その辺に置いてあるんだよ、うん、気づくやろ。でも何も言われないから触れない方がいいだね。私もね、そのまんまにしてる。これはどうなのっていうかさ、一個聞いていい？うん。あ、これあれか、懐中電灯か。このハテナが気になるね。これなんだろう。あ、何、これ何、印鑑、文字、え、印鑑、印鑑じゃない、印鑑に輝く印鑑、魚名、あ、じゃあ魚字ってことかな。魚字じゃない、もしかしてこれが後継者の印なのか。あ、よく見たら折りたたまれた紙が添えられているぞ。買ったものを人様の配信で見つける嫁もいます。そうね、エリーさんのところ。 そうだね、うん、ね、リオさんがそうだもんね。そうだもんね。あ、アイアイさん、おやすみなさい。あ、おやすみなさい。ありがとうございます。ごめんね、長くなっちゃって。ごめんね。後継者の印というのは、これのことだったんだ。それでさ、後継者を決めるってどうなのよ。それこそ法律で、ちゃんと決まってんだから。僕が上言で言っていたお守りっていう言葉には、こんな秘密があったのか。あー、誰も知らないはずだ。これあのドラゴンさんが、これドラゴンさんが言ってたやつやん、言ってたやつやん。これが今ここで出てきたよ。誰も知らないはずなのに、なぜアマチが知ってたのかっていうのと、この視点がクソ怖いのと、ちょっとホラーだった。背後に誰かが立ってる描写がある。あー、怖い、うっそー。あのほら、影が揺れてるの。え、本当にこれそうなの？これ多分そうだと思う。主人公の影ではなく、え、嘘、主人公の影なの、これ。ライトを前に照らしたら後ろに影っていかない。できる。待てよ、僕は今日まで。怖い。あ、主人公の影だった。その僕が。いるどうして言うことでお守りなんて言うんだ。
怖っ。やあ、探偵くん。記憶は戻ったかい？うわこれ、この声はもう、この声はあの人やんか。いや、怖っ。怖かった。怖かった、怖かった。怖っ。怖っ。出た人間、出た人間。少し気づくのが遅かったようだね。私が弁護士の神田だ。あ、そうなん。あー、うすうすは気づいたけど。君には天地と言った方が分かりやすいかね。これはでも杉田さん楽しそう、ね、楽しそう。そうだよね。え、ていうかなんだほっぺ傷ついてるの。そう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 。ね、ああね、あずき子さんね、そうだよね、ほっぺ。え、なん？ジロー。あ、あずさ。あずさだ。あずさだ。あずさだ。あずさの時のやつじゃん。あずささんや。わあ、お前は。あ、前蔵どうした。本当だよ。そうだよ、ジュンジは何してたんやって。どうやら君は私の計画の全てを知ってしまったようだね。いや、だから繋がったのか。怪しい少女を乗っ取る計画ですね。その通り。しかしせっかくだ、最初から話してあげよう。え、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。うん、待って。私最初なんて言ってた。最新でじゃなくて。私犯人は誰だと思ってるって言ってた。アマチ。ね。でもそれは勘でしょ。それは勘じゃん。勘だけどもさ。うん。私はアマチって言ってた。それは勘じゃん。それは相棒的、なんだっけ、古畑任三郎的、あ、違う、サスペンス的勘じゃん。でも当たってるもん。いやー、マジか。で、俺ね、神田だとは思ってた、だけど、うん、今日やるまで、アマチの存在が何だろうって思ってたんだよね。うんうん、説明できなかったんだよね。主婦の顔を舐めちゃあかんのよ。こっから、こっから、坂の途中にいた。まだ出てくるの、そいつ。男が出てくるはず。誰なの、じゃあ、それ。いや、この人かもしれないよ。神田？うん。いや、だってこういう時さ、犯人ってさ、なんか見に行ったりしない？その現場を。あ、現場に戻るとは言うけどね。犯人ね。うん、じゃあ、聞いてみる。うん、聞いてみる。もし出なかったら俺笑うから。一緒にゲームさせるんだよね。結果的に当たってれば OK。 そうね、そうね。そう、うわー、まあ夢を見るのは自由だよねって。え、これ誰に言ってる？これ誰に言ってる？ラスボスの語りターン入るよ。君だって全ての真実を知りたいだろ。自分自身に深く関わることなのだから、ね、まあそうだね。遺言書を作る、そう言い出したのがキクにとって運の月さ。私はその日を待っていたんだからね。わかった、わかったの。あの坂の途中にいた茶色い男の人、わかった。カズトじゃない？カズトじゃない？なんだ、バカにしてんのか。その時キクは殺人のヒントまで教えてくれたよ。一服つけなきゃ眠れないってな。青酸タバコによる毒殺、あなたが過去に担当した事件の手口ですね。ほうほう、そんなことまで調べていたのか。私の事務所に押しかけでもしたのかな。でも神田はあれか、やっぱ家族を殺されたから。怪しろけの奴らにはおあつらえ向きの方法だろ。あなたは仕事熱心で真摯な人だと秘書の方から聞きました。やりおったか。ああ、それ順番に言っていけば言って当たるよね。怪しろけの連中の信頼を得るためにね。うるさい。おかげで幹事も二郎も
仕事のことで話があるといえばどこへでもすぐ来てくれたよ。キクもアキラを使えば簡単だった。なるほど。アキラは私の言うがままさ、目の前に餌をぶら下げるだけでな。いずれ怪しろ商事の社長にしてやると。そんな言葉を信じるとは本当にバカなやつだ。だからこそヤクザから金を借りるなんてことをしていたんだろうがね。なるほどね。借金の肩代わりを申し出ると喜んで菊のタバコ入れに生産タバコを忍ばせてくれたよ。おまけに骨董泥棒などというケチな真似をしてくれたおかげで漢字殺しまで引っかぶってもらった。そのアキラが探偵がやってきたことで焦り出し、菊の死体を始末しなきゃまずいと言い出した。それで二人で墓を掘り返し菊を海に捨てた。なるほど。菊さんを海に、なんてこと。多くの人間に憎まれ続けた怪しろ家の当主だ。これくらいの罰は当然じゃないかね。駒としては都合の良かったアキラだが、勝手に動く駒など必要ない。だからアキラも殺したんですね。どうやって。撲殺か。これも簡単だったよ。墓を元に戻しに行った時、後ろから火災しでガツン。奴の指紋だらけの土蔵の鍵をいただいた。今頃墓石の下で社長になった夢でも見ているさ。それは見つけたんだよ。おかげで次郎の時は一人でやるしかなくてね。首吊りに見せかけるのも一苦労だった。奴を運んでいる時、誰かに見つかりやしないかとヒヤヒヤしたものさ。見つかってるけどね。アキラと会っていたところをあずさに見られたのは迂闊だった。あー、なるほど。何か感づいたあずさは私をゆすろうとした。余計なことを考えなければよかったもの。おまけに禁煙中とは、あのバカがこんな傷までつけやがって。まあいい、みっともなくもがく醜い死に様は怪しろの人間にふさわしいものだったよ。さてお次は君の話だ。同じく怪しろの血を引く君のね。ここで振り出しに戻るのか。一番最初初めに君の存在はユリを調べ始めてすぐに把握していたよ。私の罠にはまってお前はすぐ屋敷へやってきた。ご苦労なことさ。しばらく様子を見ようとしていたものをアキラのやつがお前を殺そうと崖へ呼び出した。はい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 。それを知った私がすぐに駆けつけてみると、お前は海に浮かんでいた。浮いた。ふーちゃんは揺れないって何？え？え？俺が揺れてんのかな？俺が揺れてる？いや、あずさは私に例えてね。あ、そういうこと？杉田さんの声でこの悪役のセリフは、あ、もだえます。もだえてる？私はね、銀さんだともだえるんだけど。ああ、神田だともだえない。神田さんだとちょっと来ない。ああ、来ないか。破れた。ごめん、ちょっとみんな、ちょっと一旦ストップね。一旦ストップするわ。イヤホンについてる、あのほら、ミニカバーのとこのほら、ゴムみたいなのわかるかな？うん。あれを一生懸命いじってたスズランさんが破いた。ごめんね、それだけ。それだけ。え、じゃあちょっとコメント見てみようよ。めっちゃ溜まっとるわ。めっちゃ溜まっとるわ。これちょっと一回さ、解除するか。あー、どっからかな。あ、レイコさん確かに失業じゃん。そうね、こうなっちゃうとね。うん。
あー、こんなこと言っちゃあれですけど、いい人演じてる系悪役はかなり好みかもしれない。あー、肉まんさん好きそう。確かに会社乗っ取りが、あ、そうか、うん、いなくなれば、でもさ、これだけだったのかな。あ、復讐も兼ねてってことだよね、多分。うんうんうん。レイコさん、マジかよーって。そんな軽いの。でもさ、きっと、本人にしてるか。あ、でも上がってこないからいいのか。あそこ自殺の名所で。ああ、そうだ。死体自体が。ああ、なるほど。かわいそうだよ。え、でもさ、あずさもそうだけど、俺も、海に浮かんでたって。あ、そうだね。それは、なんで？沈まなかったのか。ちょっと待って、ベジータって。でもやりたい放題だよ、神田。両親のことは同情するけど、主人公から残って、そうだよ、そうそう。だってさ、言ってしまえば幹事たちも血縁でしょ。そうだよ、そうだよ、ね、親戚ほぼ死んでない。そうだね、本当だね。銀河万丈さん、ああ、あえて言おう、カスで、あの子。その人ね、その人。ああ、え、じゃあシーズンさんがファーって言ってるけど。あれかね、イヤホンか。あ、イヤホンか。あ、じゃあ進めてみるか。すぐ壊すって、私がこれ以外に何壊したよ。もう考えない。あー、焼きもちする、ハマチとビー、あー、なるほどね。ビールしますか。なるほどね。慌ててお前を海から引き上げ調べてみれば、お守りなんて持っていない。あー、母親から託されたものだ。肌身離さず持っているものだと思ったが、当てが外れた。その代わりに火傷の跡は確かめたがね、お前は間違いなくユリの息子だった。どうやって分かったの。その後、息を吹き返したお前は幸か不幸か記憶を失っていた。だから私は一芝居打たなきゃならなくなった。すっかり騙されてしまいましたよ。命の恩人とまで思っていたのに。名演技でしたよ。でもあなたはボロを出した。そうか、お前はお守りのことを知らなかったのか。いや、もはやどうでもいいな。後継者の印は目の前にある。意識間にまさぐるなんてね。さて、これはそれで、あれなのね、あずきっこさんの好物。ここらで消えてもらおうか。さっきのシーンはちょっとそう見えなくてない。俺は怪しろ家に勝ったんだ。怖いよ。貴様ら、おう、くそ、諦めるんだな。もう全然違う人みたいなんだけど。やめろ。うわ、そうか、違うわ、あの人じゃない。くそ、あなた全然知らん。誰か知らん。全然知らん人出てきた。取り押さえられた神田は善蔵さんの通報で駆けつけた警官に引き渡された。あれ、誰、警官ってこと、崖の途中の人。あなたは、もしや、この人、あの人だよね。違うでしょう。え、なんでなんで、え、どの人、カズト。あれ、あれ、ちょっと待って、この人、駄菓子屋の前にいなかった。あ、この人だったっけ。わかる、言いたい人わかるけど、顔覚えてない。まさか君が姉さんの、ほら、ほら、八塚町で出会った時気づいていれば。ああ、カズトさんですか。
そうそう、すれ違った人を、そうそう、あのおばさんに話しかける前にすれ違った人。そうだ、随分探したよ。あね、この人がさっきのさ、あの神田を取り押さえた人、え、全然違う人に見えるんだけど。多分あの角度じゃん。もとこさんから姉さんの話を聞いたようだね。君に見せたいものがあるんだ。ほら、もとこさんも言ってたじゃん、つい先日弟さんが来たよって。言ってたっけ。言ってた。ほんと人の話聞いてないね。あ、姉から僕に宛てて送られてきた手紙だよ。待って、ごめん、間違った。あ、いいよいいよ。そこには父さんの不幸が綴られていた。父さんの、そして最後にあこう書かれていた。でも私にはあの子がいるわ。二人で強く生きていきます。ああ、なるほど。だけどもし、もし私に何かあったら、その時はお願い、カズト、あの子の力になってやってちょうだい。俺カズトがさ、悪者なのかなと思ってたけど、いいやつだったんだね。この手紙が僕が法律家を目指すきっかけとなった。なるほど。他にも様々な思いがあって、僕は自分が歩むべき道を決めたんだ。この手紙が届いた時、すぐにでも姉さんのところへ行きたかった。うん。でも同じ頃、僕の母が病に倒れ、僕が八塚町を訪れるまで5年もの月日が流れてしまった。この間にか。そこで初めてあの火事のことを沢子さんから聞いたんだ。法律家を目指す気持ちが変わらないものになったのもその時だ。君を捨て子として育てているという話を聞いた僕は沢子さんに全てを任せた。なるほど。そして今年やっと念願の司法試験に受かった僕は、大きくなった君に会ってみようと八塚町へ行ったんだ。でも僕はいなかったと。そこで元子さんから君が孤児院を飛び出したことを聞いた僕は、探してくれてたの。何としても君を見つけようとしたんだが、何の手がかりもなかった、ところが先日、君が探偵として綾代家の調査をしていることを元子さんが知らせてくれたんだ。会いに行った時か。不審に思った僕は綾代家にやってきた。そして、はいはい、土蔵の前で倒れていた善蔵さんを見つけ、慌てて中に入ったんだ。なるほどね。本当に危ないところだったね。お、君、その左胸は。え、左胸？何？おう、あ、シャツの左胸に穴が開いている。そうか、カンナのナイフで。でも怪我も何も入れてるんだよ、ね、うん、お守りを、うん、あ、お守り、胸ポケットに入れてあった鍵の入ったお守り袋、これで僕は助かったんだ。母さんが僕を守ってくれた。君は今日から綾代家の後継者だ。立派に屋敷を継ぐことが姉さんのためだ。あ、どうする主人公、どうする、継ぐの、どうすんの。やっぱそうか。おい君、これは
和人さん、僕は綾代家の後継者じゃない。遠山隆夫と百合の息子、それが僕なんです。それに僕は自分にとってもっと大切なものを手に入れました。失いかけていた過去と、この母さんの写真です。名前がな、台無しなんだよな。親父遠山でしょ、うん、ってことはゆりさんも遠山でしょ、うん、俺スーハタなんだよね。うわーおー、終わった。エンディング、エンディングっぽいね。ね、ゆきこさんと、ね、うわー、いや面白かった、面白かった、これは本当。ちょっとコメント、ごめんね、ちょっと黙読するね、声には出さないけどちょっと読むね。おー、そうだね、兄弟の絆とか、そうだよね、時を超えてじゃないけど時間を超えて、なんか絆がね、うん、ゆきこさんのにっこりだよね。で、なんで崖の上で話すのか、あやしろけど今でいいじゃない、なすならさ。でもこの後あるんじゃない、そういうこと、そういうことだから、なのかも崖の上で知れないね。あー、なるほど。あー、そっかそっかそっか、血のつな、え、違う、腹、ん、い、ん、おじさんか、おじさん、そっかそっか、だって、そうでしょ、母さんの、お母さんの、うん、弟でしょ、家族、そう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 、あ、でもほら、お母さん、あ、弟って言ってもほら、血は半分しか繋がってないからね。あ、そうか、うん、なんか、異母兄弟、あ、異母兄弟だから、まあ、でもおじさんか、名前がやっぱ名前残念みんな。いや、よかった。あー、ゆりちゃん、あ、もうこれだけでいい、これが幸せ、あゆみちゃんがいてくれることが幸せ、も帰ってきたね。あー、よかったね。いや、これは色褪せない名作だわ、うん、名作。ああ、終わった。いやー、いや、終わったね。ああ、ちょっとじゃあ一旦変えますか。はい、あれ、プランさんをどこにするか。いやー、おもろかったー。あ、マンダムジ、お先にドローンします。おやすみなさい。おやすみなさい。最後までありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、肉まんさん、エンディングおめでとうございます。ありがとうございます。あ、これさんもありがとうございます。本当ありがとうございます。名字は、うん、沢子さんたちが考えたのかもしれない、うん、両親のことを隠すために。あ、なるほど、あえてね。テロップが早い早いって。あ、まーさん、ありがとうございます。 ありがとうございます。ティコンさんもありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ドラゴンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、あずさん、面白かったって。あ、本当によかった。いや、俺らもね、すっげえ面白かったよ、うん、後ろに立つ少女もやろう、うん、あ、それが何、はいはい、そのね、この、このファミコン探偵クラブ、うん、消えた後継者の続編が後ろに立つ少女なんだけど、うんうん、時間軸で言うとこの消えた後継者の前の作品。そう
ない。あ、前の時間軸っていうか、あれか、出来事のお話。過去だね。うんうん。っていうこと。いや、こんな面白かったんだら気になるよね。気になるよね。でもさ、待ってね、これさ、この第一作目がさ、消えた後継者でしょ。うん。ね、消えた後継者。うん。これまたサスペンス的じゃん。うん。後ろに立つ少女ってもうホラーじゃん。ちょっとホラーだね。うん、確かにそうや。あ、あゆみちゃんとの馴れ初め話だって。あ、それ気になる。面白そう。完結をね、リアルタイムで僕らもお届けできてよかった。あ、よかった。あれ途中でと終わってたらどうしてた？いや、みんなモヤモヤかな。モヤモヤだよ。あのほら、万字の真ん中のところ、うん、あやしろ家の後継者の証を取ったところで、うんうん、はい、じゃあもう今日ちょっとお時間なんでまた次回って言ってたらさ、大ブーイングだよね。大ブーイングだよ。あ、みんなの推理発表、みんな結構当たった人当たってたのかな。そうそう、みんなどうだった？自分なりにこう推理したりとか、まあ、なんだろう、嬉しいことにアーカイブとかをさ見直したりとかしてくれて、そうね、うん、一緒にさ考えたり、まあ、ほら言っちゃうとさあってなっちゃう時ねあるから、うんうん、言えないんだけど、みんな自分の中でほら一応答えはさ、回答は持ってたはずじゃん、うんうん、ねえ、いや、これはね、やっぱミステリー、ん？推理物って面白いよね。面白いね。ね、面白い。面白いね。私全然推理はできてなかったけれども面白かった。ドラマ感覚なんだ。そう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 、ドラマ感覚。うん、結局あの坂のね途中にいたね、うん、男の人はもう関係なかったんだよね。全然関係なかったね。かすりもしなかったね。かすりもしなかった。かすりもしなかった。何にも関係なかった。おお。音楽鑑賞ができるようになってたから、ほら音楽鑑賞できるようになってる。本当だ、増えてる。増えてるから、音楽だけでも聴けるんだ。うん。あ、まあさ、よかったです。あ、よかった。一緒に推理は本当に楽しい。みんなと。うん、みんなでね、あ、そうだね、こうなんじゃない。だからさ、そう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 、もしする次回するんだったら、そこまでをみんなで推理し合ってもいいよね。いいね。今回はさ個人の中で収めてたじゃん、うん、それをさちょっと話し合ってもいいよね。いいね、そうやね、うん、それは面白いと思う。まあ、続編気になるって。続編気になる、気になる、気になる、確かに気になる。まあでももうそうね、すると思うよ、おそらく、うんうんうん、する。あのあ、ぜひあの皆さんもね、別にコメントで、コメントの中で皆さん同士で盛り上がっていただいても構わないんですけど、うんうん、僕らのこと全然気にせずに盛り上がってくださいね。で、この、ミステリーというか推理物は、当初から言ってるようにできるだけシリーズ化できたらなというふうに思ってます、うんうん、なんで次やるのが消えた子、あ、後ろに立つ少女がどうかは分かんないんだけど、できたらねこういう推理物がちょっとシリーズ化したいなとは思ってます。うんうん、うん、こうやってみんなでね楽しめるゲームっていうのもさ、まあ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 ね、いいと思う。そう、いいかなと思うんで、うん、おトムさん、うん、あ、トムさんこんばんは。こんばんは。犯人はヤスだと思ってて、ここにもマンダムおじいみたいな人が、ここにもいたよ、ヤスが犯人だと思ってる人がいた。なんかね、多分一人二人はいるんだろうね、や犯人はヤスだと思う人が。ラブさん初めましてだよね、多分ね。だね。多分そうだよね。うん、ありがとうございます。覚えてなかったとしたらごめんなさい。多分初めてだと。うん。うんうん、本当お守りの出現に気づけたからこそ、なるほどなるほど、そんな最初のことをもう覚えてなかった。いや、やっぱね全集中しないとダメだね、最初の方って大事なんやね、うん、どこにヒントがあるかわからんね。あ、私の名前があずさなので呼ばれるたびにドキッときました。そうなの、あずさん、あずさん、あずきっこさん、あずさなの。
あの男は一体よ。そう、あの男は一体何だったの。まあ僕が名推理してあげましょうか。どうぞ。ヤジウマです。彼はただのヤジウマです。モブ無慈悲な真実。1であゆみちゃんの人気が出たから2が作られたと言っても過言ではない。いやそうだろうね、うん、かわいいもん、かわいいもん、声もすごくいいし、すごくいいし。あでもほらそれはさ、このリメイク版じゃん。ああ、あっか、そうリメイク前はほらファミコンだからさ、うんうんうん、それで人気が出たってことはよっぽどだよね。うん、次は負けませんって。いやーいいよ、楽しいよねこういうのは。いやマーサーすごかったよ。マーサーすごかったと思う。マーサーさすがだと思ったよ、うん、あーえ、ま、マジか。ミシシッピー殺人事件の回になったらそれ、いやいや分かる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 、ミシシッピー殺人事件でしょ。なそれ、いや分かる、俺分かるよ。なんか聞いたことある。言ってた言ってた言ってたか。あじゃあそれも候補に入れようよ。ミシシッピー殺人事件。え、よかったらあのぜひチャンネル登録していただいたら、あのミシシッピー殺人事件をするとき通知がいくと思いますんで。うんうん、あ仕事もいろいろ区切りつけていっているので、あーなるほどね。じゃあちょっとだんだん落ち着いて、落ち着いてくるかな、来る感じかな、うんうん、まあ無理はね、せずにゆっくり行きましょう。うんうん、そうだよね、新装さん知るに立つ少女の内容知ってるんだ、るよ、ね、いやよくさ、うんうん、よくこうネタバレせずにいてくれてるなって思う、うんうん、そうそういてくれてると思う本当に。うちのお母さんはもう旬で言うからもう旬で言うよね、この人犯人ってね。いや言うよ ね、 言うね、言うね、聞いてもいないのに言うから。別にいいしそれはそれで。いや言いたくなるもんなのかなと思って。あまあまあまあ言いたくはなるよ。だって僕もあの FF 配信、うん、FF14 の配信見たりとかさ、うんうん、出るとやっぱ言いたくなるもんね。え、そうそういうもんだよね。そうそう、これをね言わずになんかもう、ね、そこでグッとこらえるっていうのはねすごくすごいなと思う。そう、ティーコンさんもなんだけど、そうそう知ってる方はねすごく助かってる。そう、そこをさやっぱニヤニヤ見てもらえるっていうのはすごくありがたい、うん、犯人は天天地神田共犯善蔵さん。探偵として近くに置いて監視するため川爪さんは約束の日を間違えた。おっちょこちょいで崖に行くと殺人が、えと坂の途中で死体が見えちゃった。ありがとう、ありがとう、動けなくなった。ありがとうね、これさ。いや嬉しいよ、ほんと。無理くり入れた結果。無理くり入れてくれてありがとう。いや、ここで、あずきっこさんの名前も判明し、判明した、真実が分かったよ。よかったんかな。真の名を。いやーなるほどね、面白かった面白かった、本当に。でね、まさに朗報ですよ。あの今ねパソコン版のパソコンのスチームっていうさ、あの PC ゲームとかいろんなゲームを、買うことができるサイト、まあ皆さん知ってると思うんだけど、スチームっていうのにね、なんと若き日のシャーロック・ホームズの追体験できる推理ゲームがあるんですけど、それはそれとしてね、あー面白かった、新鮮な反応が楽しい。あーなるほどね、あ分かる気がする。そうな、自分はこういう風に反応っていうかリアクションしたんだけど、うん、同じ内容でもさやる人によってリアクション違うじゃん。思うことも違えば、あ、違えば考えることも違うし、リアクションも違うしっていう、その違いを楽しむっていうのは一つあるよね、ゲーム配信を見るって、うんうんうん、いや面白い。あで、なんだっけ、俺何言おうとしてたんだっけ、なんか言おうとしてたの。そうそう、絶対これは言おうと思ってたことがあったんだ。これをさ事前に私に言っといてくれたらさ、うん、私も覚えてるかもしれないのに。
あ、まあそう、まあそう、それはそうだわ。それはそう。あ、ちなみに今日重大発表があって、重大発表でも何でもないんだけど、うん、あのこれ絶対言おうと思ってたのが一個だけあってさ、うん、今日の21時もう23時45分だから、うん、全然終わってると思うんだけど、うん、今日の21時から、うん、ホロライブ第6期生の、最後の子がデビュー配信してました。それ後で見ようかなと思って、はい、興味ある人はあの切り抜きでもいいからね、うん、まあまあ面白いもんね、見たらね、うん、面白いと思う、面白いねまたその話できたりするかもしれない重大でしょほらほら重大なんだよ。一体どの事件でしょうかって、シャーロック・ホームズ、ね、分かんない、それはね分かんない、もしかしたらゲーム版オリジナルかもしれない、うん、うん、原作にないやつかもしれない、うんうんうん。あー、ティーコンさんありがとうございます、ありがとうございます。お酒がうまかったなんてめちゃくちゃ嬉しい、嬉しいですよ、僕らのこのダベント、うん、ダベントねダベント、あれが俺かスーさん関係ないんかいそう、もう終わってる、もう終わってる終わってる完全に終わってる。シャーロック・ホームズは日本語版も英語版も読破してるから、あ、それぐらい好きか。英語版も読めるってすごくね、すごいすごい、超尊敬してるよ、すごい尊敬する6期生さんの前世を速攻で検索しちゃいました。ああ、俺ね、ごめん、このちょっと長くなっていい？いや、長いのはちょっと、いや、これだけ言わせてじゃん、うんうん、俺ラプラスダークネス、うん、わかる、うん、じゃん、大好きだわ、うん、そうね、超おもろい、そうね、大好きだわ俺、そうね、あずさんはそう知ってるもんね、そう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 、次の配信は、うん、あ、な、何、いや、私はでもね、なんだかんだやっぱペコラが好きなんで、あ、ペコラが好き、うん、あ、ペコラか、俺ね、ダークネスちゃん結構急浮上したね、いや、面白かった、結構笑い、すごい笑った、笑ったよね、うん、あれは良かった、ペコラはまあ確かにすげえ面白いんだよ、すっごく面白くて、ね、うん、だって俺ペコラから入ったからね、ホロライブ、あ、そう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 、ね、そうだもんね、ホロライブをペコラが初めて知ったから、うん、次の配信は FF、 なのかな、 FF はね、FF は、うん、FF は、 FF はね、ちょっとね、僕が忙しくなって、プライベートが忙しくなるから、ちょっとしばらくあれはね、時間をかけてゆっくりと噛み砕きながらやりたいから、そうだね、ちょっとね、 FF14 はちょっとだけ僕のプライベートが落ち着くまではちょっとやめとこうかなって、うんうん、駆け足でやりたくないから、はい、ね、うん、一個気になることがある。お、何ですか、コリさん、どうぞ、すごい愛だね勝田さんを、うん、あ、崖で待っていた人はゆきこさんっていう恋人だね、ね、カズトが法律家を目指すまで付き合ってた女性の方で、法律家になったら結婚し、迎えに来るって言ってたんだっけ、うんうんうん、で、町を飛び出して、この帰りを待ってたっていう女性ですね、ゆきこさん、うん、あずさん、マリン船、いや、マリン船長もすごくいい、すごくいいと思う、俺も、あ、ね、マリン船長もすごくいい、あなた好きだもんね、私好き、そう、僕だから最初ペコラから入って、その次マリン船長だった、そう、俺もうそもそももうそっから3期生全部だったんだよね、そうやね、うん、まあ今度こんな話しようか、そうやね、そうやね、俺のホロライブの話をしようか、愛を語ろうかぜひ雑談会でスズランさん、シンソーさんと推しの話、スーシーはホームズの話をって、いいね、私とシンソーさんの推しの話についてこれる人いるんかな俺のホロライブの話についてこれる人いるのかな、いるよ、アズさんついてこれる、あ、ついてこれるかまあでも俺より詳しい人で絶対いるからね、ホロライブ、平吉さんいたね、あ、平吉さん、平吉さんいた、いたわ、平吉さんいたね、そう、もしくは平吉さんだわ俺の中でも平吉さんだけど、平吉さんね、うん、
平吉さんとさ、やっぱ熊田先生良かったかな。熊田先生はね、良かった。良かった。でもやっぱ、まあ、マンダム氏がいないから言うけど、看護師さん良かったな。医者可愛かったよ。可愛かったよね。可愛かったよ。あかねも良かったけどね。あかねちゃん良かったけど、私本当看護師さんは。看護師さん良かったよな。名前も分からんかったけど、もう可愛かった。あいみちゃん1番だったかな、でも。あいみちゃん1番、2番看護師さんかな。そうそうそう、そう私もそう。ああ、そんな感じだったよね。うん、3月すべて。うん、おお、イギリス。わあ、アマーサイ。めっちゃいいな。ねえ、でも残念だよね、本当。俺イギリス大好き。今ね、また行きづらくなっちゃって。なっちゃったもんね。いや、俺もうビッグベンとか無駄に見に行きたいわ。ビッグバン？ビッグベン。ビッグベン。ビッグベン。あ、ビッグベン CM で見た。あのごめん、イントネーションがおかしいから、ビッグベン、ビッグベンってビッグベン、ビッグベンってなんかトイレの CM。 あー、それ違うじゃん。違ったっけそれ違うじゃん。あれなんかでもビッグベンみたいに言わない？それビッグベンだけど。ビッグベンだよね。それ大便ってことでしょ俺が言ってるのはビッグベンだから。でもそれで出てくるビッグベンでしょ。違うわ全然ちゃうわ。言葉は一緒でしょ。ちゃうわ、意味合いがちゃうわああ、そうそう、ケビンマスクの必殺技だよ。ビッグベン、ビッグベン、ビッグベン、ビッグベンじゃないよそんな私の発音違う違うよ。ビッグバンは大嘘って意味だからね。可愛い、ほら男の子がさ、寺田慎くんね。寺田慎くんがビッグベンって言うじゃん、うん、あれは違うって。違う、あれは大きいベンだって。あーずさん、おやすみなさい。 おやすみなさい、ありがとうございます。本当にね、一緒に推理ができてよかったです。本当に楽しかったです。とうとうの CM、 そうそうそう、とうとうか、とうとうの CM 待って、もうそろそろお時間的にかな。おお、0時になる。そうそう、平吉さんの目当てはね、ゆきこさんだからねそうそうです、そうですよし、じゃあそろそろ終わるか、ね、今日も長くやっちゃったね。やっちゃったね。でも大体エンディング回ってこんな感じだよね。うん、大体そうだよ。大体そうだよね、うん、はい、こんな感じでね、このチャンネルはミスタースプリングとスズランの自由気ままな夫婦が雑談多めでのんびりと配信をしております。ゲーム好きもね、ゲーム好きじゃない人もいろんな人が集まれるチャンネルになればと思っておりますので、よろしければ、チャンネル登録もしくはチャットとかでね、ぜひぜひ参加をしていただけたらすごく嬉しいです。はい、ビッグベンといえば工藤新一が毛利蘭に告白した時の回答って、マジでギゼルグがわざわざ使っていたのを思い出し、ビッグベン、ビッグベンビッグベントイレの CM で、あ、そう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 、寺田慎さんが出てたやつで、ね、なんでちょっと点点点なの、クマスが、ね、そのビッグベンは大きいベンってことか、うん、あ、ドラゴンさん、お配信お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。肉まさんもお疲れ様ですね。お疲れ様です、うんうん、あ、ありがとうね、12月ですので、ありがとうございます。肉まさんもね、風邪ひかないように、うん、うん、体調には気をつけて頑張っていきま、あ、無理せずいきましょう。はい、はい、これさんもお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。新蘭、新一と蘭だよね。ああ、そういうことか。今付き合ってんだよね、あの二人ね。びっくりだよね。びっくりだよ、びっくりだよ、マジ。 やっと進んだかって感じはする。まあそうだねやっとね、まあ、あれ1年経ってないからね、だってね物語的にそうだっけ。そうだよ、あれだ、 だってほら、コナン君が、ま、学年進級してないし。あ、そっか、年取ってないじゃん。変わんないか、ずっと。そうそう、ずっと変わんないじゃん。うんうん、ランもずっと高校2年生、1年生だって。2年生だって。覚えてない。3年生じゃないよ、ね。3年ではなかったはず。ね、うん、あ、まーさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。次はね、多分雑談配信になるんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、うん、はい、もしね興味がある方、もしくはお時間許される方はね、見に来ていただけたら嬉しいなと思います。
で、ちょっと次の配信の予定はまだないんですけど、ちょっとね、11月12月はさっきも言ったようにプライベートで忙しくなるので、配信がねちょっと不定期にはなりはするんですけど、ツイッターとかでお知らせできたらなというふうに思っておりますので、ぜひねツイッターの方もチェックしていただけたらなと思います。では今日も本当に何時間4時間近いね。今日も皆さん本当に4時間近く最後までお付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます。またね、コメントもたくさんいただきましてありがとうございます。おお、押し語り沼に落とし落とされ配信かな。おっといいねいいねいいねというところで、はい、今日も、終わりたいと思います。ゆそさんお疲れ様です。ありがとうございます。皆さんねお疲れ様でした。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ではまた次の配信でお会いしましょう。お疲れ様です。キッテさんお疲れです。お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみなさい。